はいえー、それでは入門講座、えー、田中クラス全体構造編の第1回、まあ、全1回ですけれども始めさせていただきます、えー、よろしくお願いしますえっ、ー、と1年間の担当いたしますレック専任講師、えー、田中と申しますえっ、ー、と、まあ、今日からあの入門講座ということで始めるわけですがあのー、まあ最初にスケジュール的な話をするとさっきもちょっとあの話として出てたかもしれないんですがあのー まあ最初、今日全体構造ということで最初、大まかにお話をしていきます。であの司法試験でもともと問われる科目というのがあのまあ憲法から始まって、県民権、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法と7科目あって、その本格的な内容については次回以降、えー、まあ民法から入っていきますが、えー、まあ入門講座で扱うべき最重要事項を中心に、あのセブンサミットのテキストと、あと私のレジュメ使って扱っていきますが、あの今日はどういうことをやるかというと、まずいち一番最初に中身からドカンと入っても、まず 全体像が見えないとこれからどういうことをやっていくんだということも多分つかみにくいだろうということで特にあの入門講座なので法律に関して初学者の方も前提してますのであのこれからやる科目がそもそも何なのかって分かんないでやってもおそらくもう全体が見えないとや,るやっても分かんないですよね例えばいきなり刑法をやりますとかいきなり民事訴訟法始めますっていっていきなり内容入ってもそれがどういう科目なのかということをまずあの大まかでもつかんでおかないとおそらくやっていく中で今 いる位置ですねあの入門講座も1年間で司法試験予備試験と考えると長丁場ですでその長丁場の中で今いる立ち位置がどこなのかっていうのはまず全体の俯瞰図ですね、うん、あのそれをまず大まかに掴んでいただいてそれであの本論に入っていくというふうな形になりますですので今日はどちらかというと、まあ、中身というよりはそのガイダンス的な部分は結構強くなりますがあの各科目の中であのこれだけは抑えていってほしいとあの実際に勉強する前の予備段階、まあ、事前段階で、まあ、この概念 だけは掴んでいってほしいとか、えー、もしくはあのこの考え方だけは抑えていってほしいっていうのは適宜今日は使っていきますので、でその中であの抑えていっていただければと思います。で、えー、実際今日の進め方なんですけれどもあの私のあの全体構造編のレジュメの方をちょっと削除しながら、えー、今日いきます。で。 まずその各科目の特徴とかそういう,ふうな話をする前にえっとまずあの私のクラス今日から開講なんですねでまあ1年間あの進めていくんですがまあ実際どうやって進めていくのかとかおそらくあとはもっと言うとあのまあどのぐらい予習しなきゃいけないかでどういうふうに講義を進めていくかでもっと言うとどうやって復習するかとかおそらく漠然とした不安を持っている方もおそらく多いと思うんですよねあの特に勉強始めたばっかだとあのそもそもあのどういうふうに勉強法律の勉強をしていくんだということも不安だと思うので でまず一番最初に今日はあの進め方についてあの簡単なガイダンスをしますでその上で、あのー、実際法律を勉強これが第1ですね、えー、レジュメでいうと1ページから2ページぐらいになるんですけれども、えーまあ、入門講座の進め方ということで、えー、お話しさせてもらいますでその上でさあのその後に法律学習の入門ということでまずそもそも法律の勉強とは何ぞやっていう、えー、おそらく条文の内容を入る前に多分条文の読み方とか えー、条文の解釈の仕方あとはそもそも判例とか学説って勉強で出てきますでそもそもそれ何なんですかと試験でどういうふうに使うんですかというような内容について少し説明していってでそれから、えー、実際各科目7科目について説明していきます、うん、で、えー、と講義の方3時間で長丁場ですが基本的には休憩を間に挟んで、えー、大体い、えー 目安としてはちょうど真ん中辺で10分、えー、休憩挟みますので、えーまあ、前半で大体、えー、そのあたりの法律学習の増論的なところまで話しようかなというふうふに思っています。はい じゃあ早速ですけれどもこれからよろしくお願いしますという開講に先立ってですがまず使用教材の方ですけれども基本的にはこのセブンサミットという教材があると思いますで今日全体構造編というのをお配りしていると思うんですがこのほかに毎回民法であれば民法がドカンと大きく3冊という形ですね憲法は憲法でという形で各科目セブンサミットというレックで使っている入門講座のテキストがありますのでこれを使って進めていくのが基本です。ただこの教材 ちょっとまあ今日配られたのをパラパラっと見ていただくと分かる通りで結構細かいんですよ、うん、ででまあ入門講座のまあコンセプトとしては1年間でとにかく法律の全体像をつかんでもらうそしてもっと言えば、えー、まあ予備試験とかのまあ卓越式で必要な知識を全部習得してもらうというようなのをコンセプトにしているのですべてね あの抑えていくっていいいくくっうのはおそらく難しいと、まあ、時間的な制約もあるのとあともう一つあの理解としても難解な概念いきなりやると嫌いになること多いので基本的には最初は。 重要な概概念念もしくは試験で問われる概念をバーってやっててやきますなので、えー、セブンサミットは使うんですけれども、このセブンサミットの中で、もう入門段階で抑えていくところっていうのを抽出して解説していきます、はい、なので、あのー、と結構飛ばしていきますけれども、飛ばすところに関しては、えーまあ、可能性としては2周目で戻ってくることがあるので、その戻ってきた段階でやる可能性と、あとは入門段階で必要がない、えー、部分については飛ばしています。でこのテキスト実はあのー 本当にあの全てが書かれている、まあ、本当に資料集、参考書としての,あの位置づけって非常に重要であのなんかすごくよくできているんですけれども、まあ、その分だけあの実際入門段階ですべて習得するというよりは、まあ、入門段階でやったことを抑えていってもしあの学習が進んだ段階で、えー、その飛ばしたところであったりとかを抑えるもしくはあの実際得得意不得意不でで出てくると思うんですよねあのすごく興味がある分野でやってみたいと、えー、もうちょっと振りかけて勉強したいという時にその外れたところというんですかね 読んでいただくと、えー、十分あの理解が深まるかなというような感じになると思います、うん、で実際これだけだとあのなかなかあのセブンサミットだけだと大変なので私のであとレジュメの方を用意してましてあのお手元にサンプルある方はあのそのサンプルというところで見ていただければと思います、えーとまあ、サンプルなければあの全然あの次回以降配られるものですのであの気にせずということですけれども えー、基本的には二つレジュメを使っていきます。で、一つは、あの、重要事項チェックシートってやつです。で、要は、 あくまでも全ての中でチェックしていくんだけれどもテキストの中だとなかなか覚える機会少ないので覚えるべきものは私の方であのまとめていますで、えー、サンプルの方ですとちょっと順は後ろぐらいになるんですけれども15ページ16ページ17ページですねあのお手元になければ大丈夫ですので、はいえー、後ろの方にあの一問一答なんていう形になってますけれども基本的にこういうふうな形のものを、まあ、あの開講に先立ってあの全科目について配ります、うん、で大体あの覚えなきゃいけない概念とか、えー、もし しっかり理解することは前提だけれども、まあ、どうしても法律って理解がすべてっていうけども,もう正直覚えなきゃいけないところはあります、うんえー、もしくはビシッと言えなきゃいけないところってありますでそういうところについては、えー、大体これが1回で言うと大体3ページから4ページぐらい集約されるので、えー、それについてはこういう形で用意していくのであのしっかりとあの復習の時に使っていただければと思います。うん であとはその前半になるんですけれどもあとはこれあの事例問題集という形で私の方があがレジュメの方で用意させていただいているものです、えーとまあ、ガイダンスとかでもよく話させていただいているんですけれどもあの今の司法試験とか予備試験というのはもうとにかく事例なんですね。うん あの例えばある概念を説明せよとか、えー、ある言葉を説明せよなんていう問題はもうほぼほぼ出なくなっていて、まあ、実際の問題択一式、えー、論文式どちらもそうなんですけれども基本的にはある事例が与えられてその事例に対する回答が求められると。 いうようよななのが、えー、もう今ののが今試験の流れになってますということは入門段階でいきなり論文書くということはなかなか難しいと思いますどちらかと,いうとインプットしていかなきゃいけないけれどもその一方で事例になれるということはもう入門段階でしっかりした方がいいだろうということで、えー、セブンサミットだとちょっと不足しているもしくはセブンサミットだとちょっと見づらいなっていうようなのをあの事例形式でまとめたものですでこちらの方は、まあ、全て論点であったりとか重要事項で、えーまあ、セブンサミットの中でも回答されているところなんですけど けれどもおそらく事例を何ページ何ページって見るとすごく大変なのでもう前もって見開きで与え,与える形にしておいてで、えー、とこの事案についてどうやって処理しますかねみたいな形で、まあ、ケーススタディ的な感じで使っていきます。うん でえー、その問題の後ろに全部解説という形でついていますで、基本的にセブンサミットに準拠した形の解説になっているので、あのセブンサミットと言ってることは違うがなみたいなことはありませんので、えー、そこは安心してください、あのセブンサミットの該当ページ、えー、ついてますので、えー、復習するときは、えー、ぜひ有効活用してもらえればというふうに思っております、でその上で、ですね、えー、基本的に持参していただきたいものがありまして、持参していただきたいのは6本ですね。うん、で で判例がついてるもの判例がないものはあると思うんですけれども基本的にどちらでも構いません、うん、あのもう入門段階でやらなきゃいけないことはとにかく条文を引くことになれるということねあの司法試験の論文式ではもう間違いなく6法だけはありますからね制度がいかに変わっても6法は用意されていますからそこにあるものをすらすら引けるということがすごいメリット武器になるとでそれに関して言うとあの司法試験で今 あのあれなんですね。卓一式っていうのは県民系の三科目しかなくなってしまって、七科目すべて卓一がなくなっている現状だと、その三科目以外の条文を引けるか引けないかっていうのはかなり差がついてる現状があるんですね。えー、っていうのもあるので、なるべくその早い段階で六歩引くっていう勉強ですね。で入門段階でやっとくと苦痛にならないんですよ。これあの不思議なもんで、六歩引くのってやっぱりなんかめんどくさいんですよね。もうな七百六十八条ああみたいなる。で、あの早い段階 だから引くのを慣れていくともう手に馴染んでくるので当たり前のように引けるようになるので、まあ、1年目から必ず条文は引くというためにッ歩は持参してくださいであの講義の中でも必ず6を引きましょうという形であの時,間指定しあの時間取って言いますのでその時はちょっと奥がらずにッ歩を開いていただければと思いますであとは判例付き6歩っていうのがあるんですねあの あのご存知かもしれないんですけれども、六法大体本屋さん行くと2つありまして普通に六法で本だけついているものとあとは判例付き六法っていって六法の中に判例がついているものがあります。で え基本的にはあのまだ勉強始まったばっかりなのであのイメージがわからないかもしれないんですがあの司法試験予備試験の学習においては判例の位置づけってすすごく重要なんですね6法、うん、の,の条文とほぼほぼ同じぐらい判例知識って問われることが多いなのであの判例についてはとりあえず参照できるものは用意してほしいのでもし6法で一元化しようかなと思ってる人はえ判例6法と通常の6法両方用意していただいてで判例 行くときは判例六歩、条文引くときは通常の六歩っていう形で分けていただければと思います。うん、で、あとはなんかその判例六歩使うなんか手になじまないなとかちょっと細かくて見づらいなという人は、えー、判例百選っていうのがあります。うん、あのいわゆる判例集ですね。うん。えー、判例集あの本屋さん行くと売ってますので、その判例百選を用意していただくか、もしくはセブンサミットの中にも一応判例載ってますので、まあそこでもうあの集約するという形でもいいですけれども、後で復習するっていう意味だと何らか判例まとまったもの ものが一冊用意されているといいかなっていうのはあります。うん。で、あのあとはその六法の引き方なんですけど、判例条文あ失礼しました。判例六法であの条文引くのは基本的にあの入門なんかやめた方がいいです。うん。なぜかというと判例六法ってあの条文が一条あるとそこに重要判例がバーっと並んでるんですよ。そうすると例えば、えー、民法例えば九十三条とかあったら九十四条が結構先にあるんですよね。 うん、で94条あったと思ったらページまためくって95条みたいな、えー、形ですねあの例えば民法709条って不法行為なんですけどそれだけで6ページぐらい続いちゃうので正直条文を引くというトレーニングからはあまりよろしくない、えー、ところはあるのであのなるべくあの六法は通常の6法は必ず用意してお、えー、くといいと思います。うん、ででその上でですねあの この入門講座特有の話させてもらうと、あの平成30年用意してください。あのなぜかというと改正民法。 です、えー、と一応私の講座も全てあの、まあ、今まだねあの民法改正されてませんけれども、えー、もう試験が皆さん予備試験を受ける段階になるともう改正民法での受験になりますなので改正民法に即した形で説明していくので基本的には平成30年度のものは改正民法という形でスタンダードに載っているのでその30年のやつ使ってやっていただければと思います。うん なのでちょっと余談ですけれどもそういう意味でもあの次の,その改正された直後の予備試験で大チャンスです、あの本当に。なぜかというともうそもそもあの30年版の改正六法を引いているこ人が意外と少ないですね。 であとはもうちょっと言うと長く勉強している方ですね長く勉強している方で改正民法に対応できていない方って結構いると思うんですよ。でそうすると、もう一発目っていうのはその改正民法に適用された人の中での勝負になるのでその意味ではあのすごくあの今の段階から改正民法を慣れておくことはめちゃくちゃ有利になりますので、うん、あのそこはそれが、ね、2年3年経つとみんな改正民法慣れていくんですけどその始まった当初、一番最初っていうのはすごく重要です。でもっとと言うとですねあの おそそらくその改正民法になったら改正民法に対応した部分が出題される可能性は高いので <laughs> うん改正されてるのになんで改正前の改正されてないところ出すねみたいな話になるのでまあそういう意味では結構有効かなと思いますで進め方ですね簡単にいきます、えーと。もう本当にざっくりりりいい予予習習まません <laughs> 予習いりませんんあのー あのもう必要があるときだけ言いますので、基本的には入門講座は、もうこれから勉強していく中で、あのー、講座の中でしっかり理解してもらうっていうのがコンセプトで考えているので、えー、予習は一切いりません、えー、その代わり、復習重視になると思いますので、そこはあのまず最初にあの共有できればなと思ってます、で講義については、えー、先ほど言いました、えー、縦の4のところですけれども、セブンサミットの最重要事項の講義です、えー、セブンサミットを基本的に使って、えー、その中で重要な事項について、えー、詳細に講義していきます。 でえー、セブンサミットを使う理由というのは、まあ、レジュメもそうですけれども、セブンサミットで、えー、知識の一元化、集約化を図っておけば、2年目、3年目の勉強で有効だろうということですね、であとは何か手に1冊しっかり持っていれば、それだけであの最後まで使えるので、セブンサミットを使っていきます。うん、ただ扱うのことについては 重要なものに絞っていきます、うん、でその中で、ただセブンサミットだとその予備試験っていうのにあの即応するためには、事例問題にやっぱり対応しなきゃいけない、えー、記述問題1年目からやらなきゃいけないっていうこともあるので、えー、基本的にはこの入門事例問題集を使います、その講義の中で、でこの入門の,そのレジュメサンプルの1ページ、2ページですね、でそこのところであの実際に事例処理をしながら、重要な論点とか重要判例、講義していきます。 であのとにかく講義の中で押さえてほしいのがその場で覚えようとしなくていいですからあの一番あのもったいないのはその場で覚えようと思っちゃって、えー、なんかパンクしちゃう人いるのでまず講義の中では理解するということですねあのとにかくどういうふうに事例を処理していくのかとかあとは条文の趣旨であったりとか基本的に理解できればいいですからね、うん、復習の中で定着していけばいいのでまずは理解することを集中してくださいということとあとは扱うのが全部じゃないと。 ということですね扱うのが全体じゃないので、扱ったものについてはチェック入れとく習慣つけると、復習に有効です、あと、ただよくいるんですよね、セブンサミットでとりあえず復習してみようかなと思って、えー、前回、代理やったから、代理見てみようと思ったら、えっ、ー、田中、どこ話してたっけみたいなね、えー、なっちゃうので、あのあここ話してたなみたいな感じで、そこだけなんかチェック入れとくと、要するに、重要事項という意味のチェックにもなるし、あの講座で扱ったという意味のチェックにもなるので、えー、どちらも使ってみてください。 うん、であとはもう覚えるべきことはすべてあの講座で指定するのであのそこ安心してください、うん、で復習ですで復習についてはおそらくあの私の講座結構特徴的な、えー、ところで復習をとにかくやってくださいという,ふうに言ってますであのやるべき復習っていうのは基本的にはまず1つ目は条文の確認です。あの まあ最初が民法なので例えば民法であれば最初に意思表示次、えー、代理行為、えー、3回目で時効みたいな形であるトピックをもう全部まとめてやっていきます1回の講義でそしたら基本的にはあの講義中に条文は扱うんですけれども講義が終わったら必ず条文を通読する、うん、で条文を通読して条文の立てつけであったりとか条文がどういうことを言っているのかということをまずできればその日のうちに、えー、押さえておくといいと思います。じゃないとあの あのなんですか論点とか覚えてもまず試験でも何でもそうですけど条文が指摘できないと始まらないのでまずその武器をまず確認するっていうことは必ずしていただきたいとでその上で、えー、講義でで扱った内容の復習です、えー、とにかく何回か繰り返して見るっていうことでいいと思います最初のうちは、うん、あの覚えるっていう発想でいっちゃうとすごいプレッシャーかかると思うのでそれはある程度勉強を進んできて、えー、ある程度一つまとまってきた段階でしっかり覚えていけばいいのでまずはあの入門始まった段階では理解して え何回か見て全体図をつかむということですねただ覚えなきゃいけないものについては、えー、先ほども言いましたけれどもチェックシートで示してますのでうんあのチェックシートに書かれているものについてはもうしっかり覚えるとだから割り切っちゃうといいと思いますあの 入門講座のメリットってどこにあるかっていうとただ単に法律講座をあの教えるっていうこともそうなんですけどねあの入門の最大のメリットって覚えるべきこと理解するだけでいいことまだやんなくていいことっていうのがすごい膨大なのをまあ まあね、私が振り分けるという作業を挟みますからあの復習する時にはそこを信じていただければいいと思うんですね覚えるべきものというふうに指定されたものはチェックシートなので覚えるであとはそこにないけれどもセブンサビットで扱ったものはとりあえず理解するでそこにないものは余裕があったら見るみたいな形で抑、えー、えてくださいでただその復習はそのぐらいでいいですよって話なんですけどその一問一答のようなところについて条文確認は借金を作らないこと。うん これは本当に大変なことであの1回抜けていくとまたどんどん,どん,どん雪だるま式になって,ってやる気がなくなっちゃうのであの復習事項は少ない代わりにそこは徹底していただければなという,ふうに思ってます、うん、であとは分からなかったことを抽出するっていうこともしておいていただいてであのライブの場合にはねあの私あの基本的にここにいるわけですね一応実在してますよね一応ね、えー、であとは終わった後も普通にあのおりますのであの適宜私の方に来ていただいて分からないことはもうどんどん聞いてください、うん、あの今,の今 段階でやなそういうふうなものも含めて、えー、現段階で必要かどうかも含めた回答必要なものについてはそういう質問に対するものはできると思います、うん、これはおそらくあのすごくあの有効だと思うので利用してくださいであとはその4なんですけどこれだけちょっとマーカーだけ引いておいてくださいあの必ずやっていただきたいのが担当式過去問の演習です、えー、ガイダンスとかでも私はたびたび言ってることなんですが おそらく入門講座を受講する方は当然、えー、法科大学院、えー、予備試験、司法試験という形で試験対策を視野に入れている、えー、方が多いと思うんですけれども、まあ、その中でもまあ予備試験については受け得なところがありますよね <laughs> 受けて損はない試験です。であのー まあ最後に言うんですけれどもこのクラスは目標としては1年間の講義が終わった段階でもう全ての方が予備試験の担当式はもう普通に合格できるっていうことを一つのコンセプトとして考えていますで十分それだけの内容を扱いますがでその時にやっぱり担当式っていうのがあの。 予備試験とか法科大学院が始まって今の司法試験の勉強とちょっと変わってきてるんですね。うんあの司法試験ってあのおそらくなんか勉強経験学習経験ある方は論文メインっていうふうによく言われるんですよね。論文できればいいよと論文が出線状態とで間違いないんです間違いないんですあの司法試験ではあの論文式試験と担当式試験あったらあの担当式試験の配点超低いんですよね。 で、で論文式と合計してボーンって勝負するんです。るんなのであ足切りっていうね最低点さえ超えてれば受かる人は十分いるんですただ予備試験に関して言わせていただくと担当式試験は1次試験ですで1次試験でそもそもそれができないと論文式に行けないっていう試験なんですねなので担当式の重要性は極めて高い、うん、で、もっと言うとですねあの仮に予備試験での受験資格じゃないとしてもあの6 7科目ですねそこ担当対策してるかしてないかで司法試験のクオリティ全然違うんです答案のうんまだ先のことかなと思うかもしれないんですけれども今司法試験って3科目なんです担当ね県民刑なんですということは会社法とか民訴法刑訴法行政法っていうあのちょっと細かい法律で今日やりますけれどもそういうものについて担当の勉強をしないで司法試験に行っている人がいる,いる現実があるんですねで今言っった4つの法律って これからやるんですけど実は条文引けないとシャレにならないものなんですよね、うん、だって民事訴訟法って手続きじゃないですか、うん、手続き勝手に論点とかできないでしょ <laughs> まず条文に書いてある手続き従いましょうという話になって実は担当式でちゃんと勉強しなきゃいけない科目っていうのが司法試験には外されてるとうん ということが今現状あって司法試験で、なのでそこちゃんとできている人とできてない人でものすごい差があるんですなので入門段階でもう担当式対策をしっかり1回こなすということは1つの目標として、えー、しようと思っていますでやってほしいことは簡単です講義で扱った部分を、まあ、とにかく過去問やってみるうん であの次回の講座になるとおそらく民法を始まると担当過去問集を渡されるんですね、あのサ,サブ教材で担当の過去問集ありますので、でそのところに私の方でこの問題とこの問題とこの問題って指定しますんで、うん、そしたらその問題復習の時に間違えてもいいし解けなくてもいいからやってみると、でで実際に分かんなくても正直気にしなくていいです、うん。後からやった方がすんなり入る場合もあるし、あの講義聞いて。 解いて分からなかったってことは入門段階でいらないものって話でいいですからただ、どういう,ふうなものが出てるかってことですねどういうものが出てるのかっていうことと勉強したことがどういうふうに試験の点数に直結するのかっていうのが実際の問題見ればすごい分かりやすいのであの1回やるということですねであとはその時に早い段階で今言った復習結構多いですよね条文見る、セブンサミット見る重要事項覚える、えー、担当学校もやると。 <laughs> 多いのであの大変かもしれないんですけど予習は一切いりませんのでそちらの方に集中してください、うん、であとは復習のペースとか復習のスタイルについておそらく最初の民法ってそんなに多くないです、うん、なのでその多くないうちにどういうふうに自分の,あのタイムスケジュールですねあの 私は、火水は忙しくて無理だとかね、<laughs> 土曜日はちょっと飲むから無理だねみたいなね、あの人それぞれ違ってくると思うので、その1週間ないし、大体4日間ぐらいの中で、どういうふうな時間の使い方をすると回せるのかって試行錯誤する意味でも、あのちょっとこれを試してみていただければと思います。で、担当課去問についての重要性については、この2ページに書いてあります、で復習の仕方 についての前にまず重要性については書いてありますがさっき述べた通りですもう,あのもう試験で出るから試験で出るからそんですであとはですね過去問やれば基本的に受かりますうん、あのもう断言今しちゃっていいかなと個人的に思っていてあの担当の過去問をちゃんと頭の中で理解できてそれであの本試験臨んだら基本的に合格ラインって約6割って言われますが6割切ることはもうほぼほぼありません なのでまず、あのー、過去問対策っていうのは早期にやってほしいとでしかも覚えるってなったら過去問っていうのを使えるようになるには2回、3回回さなきゃいけないってことは1回目をとにかくやってしまうと。うん で,やってできるもの、できないものって分けるだけで全然効率変わってくるのでその意味ではやってほしいということですねなのであのそのポツ3のところにあるけど1周目入門時に扱うととにかく全体見えてきます、うん、で復習方法についてはもう解けないこと気にするなということですでこの線に引いてますけれども目的まさにこれなんですねどう出るかとどういう勉強すればいいかって分かるんです、ね、で仮に解けるはずなのに解けなかったって問題が出てくるとするじゃないですか、うん、大体3つに分かれるんですよ あのそもそも解けた分かったこれはよしとでもう分かんねえし解けねえしとこれ今やんなくてもいい可能性があるやつですもう一つは解けたはずなのに解けなかったがありますよねそれが出てきた時にじゃあどうすれば解けたかっていうフィードバックできますよね条文引けなかったのかもしれないもしくは判例が分かってなかったのかもしれないもしくは単純にあの問題解くテクニックが足りなかったかもしれないでそれでああってなった時にそこチェック入れとくと重要な復習事項見えていくんですようん 何となくその最初重要なことってやるけど解けなかったものってもう重要な中の重要じゃないですかでそれをチェック入れていくっていう作業はすごく有効だというふうに思ってます。うん で勉強としては書いてある通りです、あのー、解いてみて解説見てくださいで条文は6法で確認してくださいで最初にろ条文を所読してもらう目的はここにあるんですね、えー、最初に条文見ておいてから択一をやればあの効率上がりますから <laughs>、うん、でそれでもなお条文が適時できなかった場合ってありますよね条文読んだのに間違えたってことはその条文分かってないんでそこは条文の6法とかにチェック入れとくとか。 しておくだけで忘れやすいい条文っていうのは出てきますであと担当で問われる条文は重要なものばっかりなんで、うん、重要でもないねあの本当にどうでもいい条文が出題されることはないわけじゃないですけれども基本的に出題者がこれは実務化になった時には使えてほしいものを出してるわけなのでそういう意味でも重要度が高いものが出てるっていうので意識するといいかなと思います。ああとはこれれごめんなさいライブでででのの話であのあれですねその あのーまあ、映像の方はちょっと対象に違ってきてしまうところなんですけど私のクラスはあの歩行を予定しております担当に関しては大体、えー、いい民法で3回から4回ぐらい進んだ段階で大体、えー、いいそうすると。 意思表示、時効、あして、意思表示、代理、事項ぐらいまで終わるので、その段階で、その担当については過去問の簡単なあのフォローをしていきます、あの簡単に言うと、これは押さえておくべきとか、えー、そういう形で、担当の解説歩行という形で押さえていくので、最悪回らなかったら、そこで押さえてくれればいいというふうに思ってます、もちろんこれ、任意ですが、ね、うん大体2、3講義に1回ぐらいやる予定です。うん で、あとは五番に書いてある復習の習慣化と復習タイミングっていうのは書いてある通りです。あのしっかり押さえてください。はい。で。 で今日はそれで勉強の仕方で6、7、8についてが、まあ、入門講座でしっかり意識してほしいこととということなんですがまず条文中心ででの学習ですでこれはあの大学の講義なんかでは意外とおろそかになっているかなというところが実はあるところでどうしても論点であったりとか概念の説明が中心になるんですけれども基本的に実務化許容試験なので6法を使った事例処理になりますからまず条文をちゃんと読むで条文を使って解決をする。で、で判例ってのがあるんです と話しますけど判例って何かというと条文だけで解決できないものってあるんです、うん、でです条文だけで解決できない場合それについて裁判所が判断を下すわけですね、うん、あの今日実はちょっとあの後でやるんですけどレジュメのの最後のところで例えば条文ってあの基本的に条文ででで解決できるんですよ、うん、例えばいろんな条文書いてあります一番最後のページにおまけみたいな形で例えばこの刑法199条殺人って書いてありますよね うん、あの一番最後、ごシック体で書いたのかな、うん、モロッポある人はそれ引いていただいてもいいですが、例えば人を殺した者は死刑または無期もしくは5年以下の懲役に処すると、ああ、そうだねと、人を殺しちゃったらこんなになるんだねみたいな話ですけれども、これで解決ができればいいんですけれどできない場合ってあるんですよ、うん、例えば、パッと見てこれ、問題になりそうなことってわかります人って,何ですかって話になるんです、うん、例えば、わしが殺されれば殺人だわな。 うんまあ、犬だったら違うよね人じゃないよねじゃあ例えば胎児だったらどうですかうん胎児殺したらこれって殺人なんですかね人のようだけどまだ人になってないんじゃないかって問題ありますよねとか例えばもっと言うと殺したって言ってるけど例えば包丁でブシャーつって血をボーンって死んじゃってもらこ,これ多分殺されてますよね、えー、毒盛りました多分殺してますよねじゃあ例えば赤ちゃんにミルク与えないで放置したらそれは殺したのかねでなんかちょっと怪しくないですか うん、だって殺したって行意してないでしょ捨ててる方が置いてるだけでしょ、うん、っていうように例えばそれだけでもいいもっと言うと死ぬって何ですかも問題になるんですようん人の死って言っちゃ何段階かあるわけですよねあの脳死の問題とかあるじゃないですかそうすると例えばそれで解決できない場合っていうのは当然裁判で問題になるでその時に示されるのが判例ってやつなんですうんで大体の場合そういうふうな判例っていうのが用いられていくで判例の中ではそれが何でそうなのか とかもしくはどうしてそういう結論になったのかというのが裁判所の判断として示されると。で司法試験において予備試験において例えば条文一発で処理できる問題はほとんど出ないんですよね、うん、だってそんなの調べりゃ出るし簡単でしょ <laughs> なのであの大体の場合あこれ条文で解釈すると何かおかしいなとかもしくはこれ条文通りにやってみるとちょっとちゃうんじゃないですかと結論おかしくなるもしくははっきり分かんないでそういう問題が出ます。でつまり 試験の場合、条文通りでやるとこうなります、だけど、条文のこのさっきの人が明らかではありません、だから裁判所はこういう判断をしています、で、その判断に従えばこういう結論になります、っていうふうな論文がメインになる。ということは、その判例の意識っていうのは、すごく抑えなきゃいけない、うん、だからあの、特に他の確かく受けてる方で、受験されてる方で、もしかしたらギャップがあるの、ここなんです。うん、要は 確かくの場合結結構結論だけで済むことが多いんですね、うん、この場合請求が認められるか例えば憲法であれば合憲か違憲か行政法なら違法か合法かみたいな結論で済んじゃうんですけど <laughs>、えー、司法試験の場合違うのはその結論に至った理由が今回も当てはまるかってとこまで聞かれるわけですね。 うん、なので、判例学習するとき、私、すごくここは細かく言います、なのであ、あいつうるせえなとか思うかもしれないけど、あの理由についてめっちゃ細かく言います、でそれは理由、そこなんです、なので、入門段階で結論だけ抑えるんじゃなくて、理由付けをしっかり理解することですね、うん、理由付けをしっかり理解する、だって考えたら理由言わずに裁判所も言うわけないですからね。 うん、お前は違憲だとかねお前殺人って言って終わるわけなくてなんで殺人かをとうとうと解かなければその人納得しないでしょう、うん、なのでそのための理由付けっていうのをしっかり抑えるとであともう一つは判例っておそらくあの法学部とかで学習経験ある人はあれ読むのすっごく嫌でしょ、うん、なんか面倒くさい眠くなる <laughs> えところがあってあれはなぜかというと法律,あの法律のプロである裁判官が書いたきちっとした法律文書だから、うん、で,で実際 みんなが書くのはそういうい文章なんですよなのでその読み方っていうのをしっかり早い段階で理解すると新しい判例特に司法試験とかまで視野に入れると重要判,判例最新判例まで読まなきゃいけない将来的に。でその時に判例の読み方をちゃんと分かってるとその初めて出て出くる判例でも読み方分かります、うん、であとは身近なあの試験場の話をすると司法試験だと判例が与えられてこの判例。 れかからすすするると結論どうなりますかっていう質問もされてるんですねあの主に民事系なんですけど民法とか民事訴訟法で例えばこういうふうな判例があるんですって書いてあってでこの判例の趣旨に従った場合結論がどうなるのか検討しなさいとかっていう形でえ判例の読み方問われてることもあるのでそういう意味ではちょっと入門講座ではその判例っていうのは意識しますであとはあの事例ですねで事例についてはそういうふうな形で進めてまいりますうん であとは最後になりますけれども,もう1年間頑張りましょうってことなんですがもうガイダンスが投げようって話だけどあのでもそれだけ多分最初の段階で不安な人多いと思うんで、うん、どうやってやるかねなのでちょっとその辺クリアにしておくとあの勉強するときもねあなんでこ今やってるのかなってかるからねで目標としては7科目で重要事項の習得を目指すということですでこれについてはおそらく皆さん一人一人目的は違う。 う例えば法科大学院難関法科大学院に合格をしたい、えー、もしくは予備試験経由で行きたい、えーまあ、あとはまあいろんなケースありますわな <laughs>、うん、でいろんなケースはあるけれども基本的にあの共通したいっていうのは7科目全部しっかりと理解してもらうということで,でその時にもやっぱり一つの基準は必要だと思うので予備試験の担当式の合格です。で でそれが一つの目安になります、で全然難しい話ではないです、あのガイダンスで私、よく言ってるんですけれども、本当に難易度は低いんですよ、その代わり範囲がものすごい広いんです、うん、範囲がものすごく広いので、それだけ合格率が低くなっていると、なので、そのハードルは高くないんですが、内容的な、継続ってのがものすごく大変、うん、あの例えばですけれどもね、 あの7科目全て1年間ずっと継続するってよほどのことがないとやっぱりやれないんですよね。うん、なのでその意味でも一つの、まあ、モチベーションの維持する機会であったりとか、うん、あとはその何ですかね その強制的な機会って言っちゃうとねあのどうか分かりませんけれどもあのやったことは必ず戻ってくるのでその意味でもしっかりと継続していただければと思いますじゃあそういうことでだいたいこういうふうな進め方でやっていきます民法の時にまたあのもういきなり民法の講義始めるときは普通に始まるのであこういうコンセプトでこいつやるのねっていう感じで、えー、押さえておいてくださいじゃあ早速ですけれども、えー、今日は、えー、この全体構造編総論ということであのこれからはもうな中身ちょっと軽く触れていきますがあの各科僚 科目の細かいことっていうよりも、まず条文っていうのをしっかりとあの初めて学習する方に向けて読み方であったりとか、そういうことも含めて大前提になることをちょっと確認していきます。うんで実はね。勉強を進めていく人も結構盲点になっている人います。うんなので、ここであの抑えましょう。うんでで法律の学習ってのは何かっていうことなんですけれども、ちょっとしてちょっと6本出しますね。失礼しました。 あのもうすべからくです、ねえー、司法試験予備試験法科大学院で問われる能力というのは、えー、法律の解釈能力です、うん、つまり条文与えられた条文を的確に理解してそれを事例に判断するという能力ですなので、えー、そんなに難しいことはあの問われませんので、うん、頭の良さとか、えー、そういういその場のひらめきとか、えー、そういったものは基本的には求められない試験ですなのできちっとあの形というんですかねあの積み上げていくことで、えー、素養することが十分可能な試験ですで でまず条文なんですけれども読み方の前提だけちょっと知っておいていただきたいのでこの括弧1位の何条、何項、何号って書いてあるんですねであのこれから説明するときとかに多分パッとわからない人あのえどれってなっちゃうかもしれないので、えー、ちょっと見ていただければと思います条項 <laughs>、うん、っていうふうにあると思うんですが、えー、とセブンサミットだと12ページのところで刑法19条括弧1って書いてあると思うんですね。うん 刑法19条丸1つううに書いてありますね。でもし条文を引ける人は刑法の19条を引いていただくと同じものが書いてあります。うん。没収についての規定ですか。うん。要は何かやったら要するに没収されますっていうそういうふうな条文なんです。うん。で、でやっぱり。 条文って1つで1個の条文で1個が全部出てくるわけじゃなくて1つの条文没収っていう中で2つのこと書きたいこと3つのこと書きたいことってありますよねでその時にその条文の中で枝分かれしていくものがまずこうです、うん、だから一、えー、って書いてあるものねこれが1個って読みますなので、えー、19条1個って言われた場合には次に掲げるものは没収することができるが1個ですで、えー、2個って言われた場合にはその二にあたるものですね えー、丸二に当たるものが、えー、2項ということになりますうんでさらにさらにこの1項の中で1234って枝分かれしてますよねこれを「5」って呼びます、うん、だからあの住所みたいなもんですね、えー、何丁目何番地何号みたいなもんです <laughs>、えー、なので、えー、例えばこの19条のところにある例えば漢数字の「2」って書いてある、えー、犯罪行為のように教師または教師用としたものこれは、まあ、没収されるものが書かれているわけだけれどもこれは、えー、読み方刑法19条1項2号 っていいいうふうに読めばいいわけけねねそ、うんまあ、それだけです当たり前ねっていう全然構わないですからね。であとは読み方として押さえとしてほしいのは「g がある時はこの「g になる最初のものですね次に掲げるものは没収することができるっていうのは一般に柱書きって言ってます。うん、1個の中の文章部分。うん、でこれは気をつけてほしいのがこれからせあこれあの論文書く時とかにそこら辺分かってないと大変なことになっちゃうからね。うん、柱書きって言いますで 普通は柱書きじゃなくて2個を見てもらえるとこれは没収はうにゃ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 することができるって書いてあってこれ「5」がついてない普通のものについてはこれは本文ですで本文正し書きっていう関係ですね何、うん、とか何とか正しなんちゃらってなってますよねでこういう時には本文正し書きっていうふうに言いますうん 大丈夫ですかね少し難しいですけれどもねでこの本文と正し書きっていうのは基本的に何かというと原則と例外を書くときに、えー、法文入でで使われるものですだから原則としてはこうですよっていうところがまず書かれていてで例外の時にただしこうですよっていう形で書かれますうんいいですかねまずここまで大丈夫ですか、ね、何条何項何号っていう発想と本文正し書きでそれからあとは柱書きって言葉もせっかくだから知っておいてくださいであとは前段後段っていうのもあります似てる概念で で前段公団というのはこれは並列しているときです。いいあの本文正し書きは主従関係ですね原則こうです例外こうですというふうに原則がでかいでしょこれは本文で正し書きの関係で前段後段というのは基本的には並列的に述べられているものです、えー、セブンサミットでいうと12ページのところで憲法21条2項について書かれているんですが はこれを犯してはならならい、えー、通信の秘密はこれを犯してはいけないというふうに2つのことが並列的に述べられていますでこういう場合は前段後段という,ふうに言われていますので、えー、ここは区別をビシッとしてください読むときにこのぐらいのことを知っておけばいいよぐらいな感じでまず,まず前提です、うん、でこの次ですね大切なのね法令用語の知識またはもしくは、えー、および並びに推定する見なす この違いしっかり理解しないと条文読み間違えますからね、うん、あのちなみにこれ分かってる人は結構いるかもしれないけどなんとなくまたはともしくはって「オアだよね,だよねただこの2つ全く違うんですよ、うん、ちょっとレジュメの一番最後見てもらっていいですかね、えー、とさっきの199条の,あの殺人のところを見てもらえると、えー、いいかなと思うんですけれどもこれですね どうやちっちゃくしたいな、ちっちゃくしたいな。効果ああ逆だ。えっとこんな感じですね、えー。199条のところにこう書いてありますね。えー、人を殺した者は死刑または無期もしくは5年以上の懲役。うん。これ当然使い分けてるんですね。で。 すごく長いやつになると大変なことになるんだけれどもあのちょっと今日は練習でか一番分かりやすいやつでありましたがうんとこのまたはともしくはテキストで言うとですね一応書いてあるのが14ページのところに書いてあるのでえ気になる人は、えー、後で復習して見ておいていただければという思うんですけれどもイメージとしてはですねまたはってのがでかい関係ですまたはって言ったらでかいですもしくはって言ったらちっちゃい格好ですだからこれで言うとこういう感じ。 人を殺したものは、で、一般的には何もなければ、またはって使えます。で、もしくはって使われるときは、ちっちゃく分けるときもしくはっていう。だから、人を殺したものは死刑、またはってなってるから、ここの死刑とまたはのあとがでっかいんです。こういう感じ。つまり、人を殺したものは死刑または懲役なんです。うん。で、懲役の内容について、このもしくはってちっちゃく分けてんの。このもしくはっていうのが、小括弧みたいな感じで、こういうふうになるんですよ。 見づらいかな、えー、向きこの上点々に向きもしくは5年以上っていう、これは並列されてると分かりますだから、この文章っていうのは、人を殺したらまず死刑になるか懲役になるかのどっちかなんですよっていう、またはででっかく分けてる、うん、で、ただこの懲役について、もしくはっていうので、まあ、もう要するに期限が重なってないやつ、向きになるか5年以上になるかっていうちっちゃな格好があるんですよと、えー、いう,ようなふうに分けられるわけですね。うんえー、じゃあ 他に何があるかというとこれと同じような概念がおよびと並びにです。これにあったらすごくありがたいんだけれどもここにはないかな <laughs>。で実際このおよびと並びにも全く同じです。およびがちっちゃくて並びにがでかいです。だから並びにって言ってる時はでっかい感じですね。 お及びって言ったらちっちゃい格好の関係になります。うん、あのテキストのこれ、例文使ってみると分かりやすいかもねえー。14ページせっかくだからセブンサミットで一緒にやってみるとねえー。この取締役は法令および定款並びに株式総株主総会の決議を遵守しと、これは会社法でね。取締役がやらなきゃいけない事っていうのがこう定められているわけです。けれども、これはどう考えるか並びにっていうのがでかいんです。で、並びにってのがでかいんです。だからちょっとなんか <laughs>？ なんか勢いで言っちゃう感じだけど取締役はまず法令および定款はちっちゃい学校法令および定款並びに株主総会の決議を順守するとだからこれ,これ,に,これに書き込むかえ <laughs> 私のねえ例えばこれであれば要するにイメージとしては並びにがでかいのでこういうイメージで取締役は法令および定款それと株主総会の決議を順守するんですと。 うん、だからこの法令と定款っていうのがこのおよびでちっちゃくなってるわけでこの法令と定款っていうのは基本的にはおあの会社法ではほぼほぼ同じような役割を果たすものなので法令と定款っていうのが一つのまとまりであとこれなんでこう並びにで分けるかっていうと法令と定款っていうのは要するに文書で書かれているものです定款っていうと株式会社とかにあの大体あるんですよねこういう会社のルールが定められた内部的なものですで法令って法律ですけれどもどちらも似てますよねこういう成分法でしょ だからここは並列関係になるんだけれどもでそれと株主総会の決議って全く違うでしょ決議ってはもう決議だよねだからこういうふうに条文では法令および定款っていうふうに並列をした上でそれと株主総会決議ってでっかく分けてますだから意味としてはあんまり変わらないんだろうね A&B&C ではあるんだけれども、えー、作る人からこの条文作成者からすると法令と定款っていうものと決議っていうのは全く違うんだっていうのが読み取れるよね、うん、でこれ実際のところこの解釈間違えると逆になることとか結構あるんです うん、で、計測法とかでもやるんですけれども、あのこれ、読み方間違えちゃうと、本当に、ガラッと変わることもあるので、あのこれは知っておいてください、あのだから復習するときは、ちょっと読み方こんななんだねみたいなところは、今日見ておいたほうがいいと思います。でね、あとはね、推定すると見なすっていうのも、これからよく使うんです、あの推定も見なすも、どっちもなんか似たようなもんですよね。 うん、要は推定とみなすというのもどっちもなんかそういうふうに考えるぐらいの意味なんですがこれは民法でめちゃくちゃ使う話で全く違います、えー、とテキストでいうと15ページのところに書いてあって要は分かんないときにこういうふうに考えましょうということは変わらないんですが、はい、推定するはこれあのどこかにメモっとくといいですが反証がでできるんですあの3行目に書いてあるんですが反証を挙げて推定を排除することができます。うん、つまり 推定するって書かれていることはひっくり返る可能性があります。うん だから下の EX って書いてあるでしょ、この EX で占有者がって書いてあって、民法188条、後でまあとで本当は調べるといいかもしれないけどね、えー、こう書いてあるわけです、これ、何かっていうと、占有者が占有物について行使するのは、適法だと推定するって書いてあります、もうシンプルです、占有ってものを持ってることです、例えば私がこれね、えー、この判例論法、占有者が占有してます、でこれを例えば私が何か権利を行使するわけでバばーんって捨てちゃうとかね、な、え、ん、ー、でもいいです、燃やしちゃうとかね、売っちゃうとかね、あげちゃうとか、この声は基本的に適法です。 とそう推定されますということですから私がモード持っていてその持っているものを何かやったらこれは別に適法だって考えましょうという条文なんですただしいやいやお前のやっていることはまずいだろう違法だろうということをもし誰か他の人が反証することができたらこれは覆るんですね、うん、つまりあくまでもそういうふうな暫定的なものです 要はあの暫定1位みたいなもんです、あのスポーツとかでいうと、それよりあのすごいやつ出てきたら、暫定1位は1位じゃなくなるでしょ、それと同じノリです、でそれに対して違うのは、みなすです、これは反証できません、うん、つまり、何かそういう違う事情があったとしても、それでひっくり返ることはありません、つまり確定1位です、要するにそれさっきの1位の例で言うとね、だから例えば EX ありますよね、未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす、もうだめです、未成年者が婚姻したら、成年の扱いなんですよ。 これ仮に推定するとかだとひっくり返る可能性あるね。うん、例えばこれ、推定するだとするよ、違うけどね、推定するだったらどうなるかっていうと、未成年者が婚姻したら成年達したと推定するならば、あ確かにそういうふうに関心だけど、こいつ超ガキじゃんみたいなね、あのこの人はそんなまともな、ね、判断能力もないんだから、成年に達するっていうのはまずいんじゃないですかって言って、裁判所が認めればひっくり返る可能性あるんです、それが推定なんですよ。 ただ、これは推定じゃなくて、みなされているから、何言ってもだめです、もう成人の扱いをしますと、なので、今言ったところっていうのは、全く意味の解釈が変わってくる、うん、そこはね、あの読むときにね、意外と勉強してても間違えちゃうところなのでね、うん、特にね、あの推,定反証あ推定とみなすは、これ、論文式で書き間違えると大変なことになるので、うん、あのぜひぜひ知っておいて、でもっと言うと、担当で、これ、よく出ます、推定するんところがみなすになってたりするんですよ。 うん、なので、ここは意識的にしておくとであとは法令用語を知っておいてほしいのが時です時、えーっと、たくさんあるので気になる人は14ページから15ページふねふねねふねふね見ておくと、ねえー、使えるかもしれませんがこの時についてはあのー、簡単に分、あのー、かりやすいのがあるのでちょっとえ示しますと、ね、レジュメでいうと、ね、民法541条というのが、ね、ありますよね、ここで多分使われているので、まあ、今日実はこの後練習で使いますが。 うんともうちょっとちっちゃくしなきゃね。えっ、ー、とこれ民法541十一条、えー、よく見るとこれ時がなんかたくさん出てくるんですよね。うん。えっ、ー、と当事者の一方があこれちなみに言ってることはどういうことかっていうのはちょっと一緒に考えますが、まあ、当事者の一方が債務を履行しないつまりなんかお金払ってくんねえよーみたいなねそういうちなみに場合って使ってますね。そういう場合において。 え相手方がねつまり金払ってくんねえよ畜生と思ったら相手方が相当の期間の定めて履行催促しますお前払えよと2週間以内払えものやろみたいな感じで催告をしますで催告をしたのにその時にでもう払ってくんないと履行がない時まあこれはまあ同じような感じですね時は、まあ、こういう感じで相手方は契約の解除ができるんだぜと、うん、ちなみに今日の復習ですがここまでが本文です うん、本文ですこういう時に契約解除できますよっていうことが原則なんですでただしでということはただしだから例外だから契約解除できない時が書かれるんでしょう、うん、じゃあ契約解除できないのでただし書きを見るとその期間を経過した時って書いてあるでしょこの時漢字でね、うんえー、その期間を経過した時における債務の不履行が軽微である時はこの限りではないつまりこれ実は改正民法での,あの条文なんですけれども要は さすがにに大しししたここととないきは解除できないことにしましょうかみたいな、まあ、原則としてだからここで書かれていることっていうのは当事者の一方がお金払ってくんないでその時にお前払えって言ってるの払ってくんなかったら解除だとだけど、うん、そのね期間過ぎた時の,その払ってくれないっていうものがまあ警備な時には解除できないことをしましょうかということがこうルール上定められてでさっきの判例とかで言えばこの警備であるってどのぐらいですかっていう基準分かんないですよねだからそういうのが判例であるのよ。 これから、まあ、実は改正後の話だからこれから積み重なっていくのかもしれないけれども、うんえー、社会通念って何ですかみたいなねそういう話で判断がなされるわけですが条文としてはこれをまず確認するとじゃあこの時って何かなんですが場合と時ってのはほぼほぼ同じですがこれはタイムではないんです場合と時ってのは状況を指します、うんえー、なんか条件とか状況って分かりますこういう時はねって言ってるのって時間表している時と状況を表している時あるでしょ でこの場合と時っていうのはいわゆるシチュエーションとかサークマスターズの関係ねつまりその瞬間のことを言っているんじゃなくて離行しないような状況だったらとか、えー、あとは離行がない状況だったらという状況なんです、で時ってののは瞬間を表しますだからこの3行目にかけているその期間を経過した時っていうのはその状況じゃなくてその瞬間を言っているわけで、ね、す。 だから、その履行期間を経過したってことは、催告で2週間払えって言うんでしょ、その2週間過ぎたその時点においてっていう感じだね、ちょっと違うの分かりますかね、うん、なので、これについてはぜひぜひ頭に押さえておいてください、要は時間軸になっている場合ってのが一応この時なんですね、うん、はい、であと条文読むときにぜひぜひ知っておいてほしい予備知識ですけれども、あのー、そこにはね、あのー、 以前、囲碁とかいろいろ書いてありますが余裕があったら見といてください、あの知っといて損はないから、ただ、ここに書いてないのでもう一つ大切なのが民法の勉強をするときもしくは手続き法の勉強をするときに非常に重要なのが順用という概念、うんえー、この順用って多分、なんか聞いたことある人もいるかもしれないけれども、意外とこれ、操作の仕方がわからないと条文読めないんです。で 早めに言う時と、ね、刑事訴訟法とかあの辺になると大変なことが起こるんです巡用 <laughs> って知らんとね、うん、なので巡用って何ですかっていうことをざっくりちょっと今日理解してほしいとでその際に、えー、余裕がある方は民法99条、えー、と見てくださいあのでテキストでもあのつけてるからあのレジュメの方にもついてるんだけどこの巡用って何ですかっていう話をちょっとしておきますね えと6法なくても大丈夫です、ここに書いてあります、えー、民法の99条、例えばこれ、代理の話です、実は代理は民、民法第2回でいきなりやるからね、もう今やっといて、損はない。あのー 代理って何ですかって言ったらまさに代理、代理です。<laughs> そのままあのね、代理人が権限内において本人のためにすることを示したして意思表示は本人に対して直接にその協力を生じる。ちょっと難しいことを言ってるんですけど、簡単に言うと、あの、大体代理ってどういうふうな制度かっていうと、例えば A さんがいて、まあこの人本人がいて、で、B さんがいて、例えば B さんっていうのが代理人で、 えー、例えばシンプルな話ですけれども例えば A さんというのがその辺の地主さんかなんかで,で土地売りてえとあだけど俺は専門家じゃねえから分かんねえなという感じで B さんという、ね、あの要するに土地取引詳しい人にあちょっと代理でやってよとって、ね、でそれで B さんが C さんと相手方と、えー、取引をするとよくんかこんなこと言って A と B との間はおそらく、ね、この代理でやりますけど受験行為というのがあるんです。 代理権をを付与与すするっていう行為を与えるといいうう行為え形です、えー、ちなみに事実的な話をするとあの裁判の弁護士民事訴訟の弁護士の方がまさにこれですよね、うん、裁判手続きを要するにあの本人に代わってやるわけですからそれで相手と戦うわけですからね、うんまあ、こういうふうな関係ですで1個で言ってるのは何かということ代理人がね代理人が本人のためにするとつまり A さんのためにやりますよと、うんうん、私 A さん代理人だから A さんとしての代わりにやりますよっていうふうに言った 示示した意思表示つまりこの意思表示ですね C さんに対してした意思表示つまり B と B が C に対してした意思表示は A に対して直接この効力が生じるとこれが99条1項で示されていることですまあなんか当たり前っちゃ当たり前ですよね B さんが C さんに売ります A さんの土地売りますって言ったら当然その効果は A さんに帰属するでしょという、まあ、代理の原則ですで じゃあ順用って何ですかってことなんですよ、よく書いてあるんですが、これ、どういうことかというと、全項の規定は、第三者の、第三者が代理人に対してした意思表示で順用すると、でこの順用するって何かというと、基本的に同じ処理をするって考えてください。うん、同一の処理をしますというふうに考えれば、順用っていうふうになるのかな。で、でこれ、厳密には正しくないんですが、私、よく言うのは、代入しちゃえば分かります。要は、全項の規定っていうのは、第一項の規定は、要するに、この場合とでも同じ処理しますよでしょ。 つまり、ここでね第三者が代理人に対してした意思表示でも同じですとつまり、この部分をこれだねさっきの1項ではこういうふうに言ってるでしょ代理人がその権限内において本人のためにすることをした意思表示っていうのが1項で決められてでしょで2項では第三者が代理人に対してした意思表示についてでこれが順用するってことは別にこれをこっちにこういうふうに当てはめても同じ結果になりますということです。うん、つまり この2項をどう読むかというと、2項はこう読めばいいの。第三者が代理人に対してした意思表示は、本人に対してその法力を生じるという規定なんです。分かる ?2 回言いたくないときに、二、あのー、回言いたくないときに、要するにこれで順用って言葉を使っちゃうと。だからこことここ置き換えてもいいよってことですね。うん、感覚としては。それが順用。で、実際これどういうことかっていうと、99条2項で書かれているのは、第三者が代理人に対してした意思表示っていうのは、要はこうだ、こっちなんですよ。要は 要は相手方第三者って相手方でしょ相手方が代理人に対していた意思表示これが99条2項これも結果同じですよと本人に対して効力いきますよとつまりこの1項2項の関係で実はシンプルで行ったり来たりどっちも本人に行くよということを言いたいんだけどどうしてもほ条文っていうのはね あの一義的であったりとかきちっと書かなきゃいけないので周りくどくなるだからこういう順用ということを使ってあの処理することが多いんですねなので順用の場合って基本的には同じ処理をしますよっていう発想で要するにその順用されるものに当てはめちゃえば第三者が代理に対して維持表示は本人に対してその効力を生じると呼んでくださいということなんですね うんえー、とこれだけ知ってればもう法律読めますもう絶対読めますもう簡単ですもう法律読むからね、うんまあ、あとはちょっと読みながら分かんなくなったらどんどんあのやりますからねで,で条文なんですけど読み方の中でこれからすごく大切な話しますあの条文を読むって言ってますがあのもう特に民事系の条文とか民事系の話はもうこれに尽きるから要件効果分析ですあの条文っていうのは要するに何かを定めるルールなんですわ うん、だから例えばねその辺の日記とかとは違うわけですね感想文とかではなくてあるルールを定めたものですなので必ず要件と効果っていう、えー、2つのパーツでできてますうんでつまりあることがあったらこうなりますでそれをしっかりと分析をする必要があるわけねだからで実際そのね 例えば、権利が発生するというのは効果というのはまさに法的権利ですよね、さっきの解除のやつなんかが分かりやすいと思います、えー、例えば、あ以下、解除よりもせっかくだから、一番上に709条、不法行為による損害賠償ってありますよね、で例えばかん、不法行為の損害賠償って、なんか、イメージ湧きやすいよね、交通事故で、バーンと人引いちゃいましたと、あお金払わないいけませんねとかね、あとは精神的慰謝料なんてよく言いますよね、えー、そういう場合、よく慰謝料とかで損害賠償だっていうで、おそらく要件効果で分析すると、これが効果ですよね。うん ここれれによって生じたごめんななさいこれかな本当はもうちょっと細かいんですけど損害を賠償する責任を負うとおそらくこれが効果なんですがじゃあ要件は何ですかっていうことなんですね、うん、さて、えー、で実はこれでちゃんと要件を分析するというのは法律学習なんですだからまず故意または過失によって他人の権利または法律される利益を侵害したものは本当はもうちょっと細かい話しますが必要なんですけれども実はここで要件っていうのはいくつあるでしょう、うん いくつある <laughs> ここから見て取れる要件 <laughs>、うん、これねすごくたくさん本当はあるんですよ本当はあるんですけど少なくとも読めてほしいのはこれとこれはこう考えるね恋または過失がなきゃダメだよね、うん、例えば車で人引いちゃった人っていうのは恋か過失がなければだめですよねそれからもっといくよ その侵害されるのは他人の権利か法律上保護される利益でこれまたはの使い方いいねまたはってのはそういうことでしょ、うん、さっきやったよねまたはってそうでしょあのここで切れるち,くくなんで <laughs> ちっちゃい格好になるでしょだからちっちゃい格好になってるわけねつまり権利じゃなきゃだめよ権利とか利益じゃなきゃだめですよ、うん、例えば普通になんか,かしょんぼりしましたとかじゃだめですよ不法行為にならないですよ、うん、例えば権利って具体的に財産権とかね えもしくは生命、身体とかもまあ一種の権利になるあと人格権肖像権とかねとかもしくはまあ権利じゃなくても保護される利益まあそれに準じるものじゃなきゃだめですよねでさらにそれが侵害されてなきゃダメですよねうん例えば、侵害されててないっていっうケースもあるからねうん例えば人格権なんかそうでしょ人格権について一応問題になるけどそれで人格権侵害されてるんですかなんてケースありますよね。さて これでまず3つぐらい見えるんですがもう一つあの気づきますかこの線はものはいいやね確かにねものはいいやねこれ気づかないでしょこれ法律の勉強って実はね大切なの要はあることを例えば車で人引いちゃいましたそれによって怪我しましたお金払いますっていうことについてをそれが認められるかどうかっていうのを分析するんでしょただ濃い過失があるかを見るよねそれからその侵害されたのがちゃんと権利かどうか見るよねでもって言うとそれちゃんと本当に侵害されてるか見るよね もう一つ、これ分かりにくいけどよってはこれ要件だよわかる因果関係なきゃダメでしょ。わ、うん、かる例えばこれよってって例えばなんかすごいさ因果関係ないケースもあるでしょ例えばあのたまに問題になることあるんだけどさ 交差点と交差点で例えば車が車ぶつかりそうになったけれどもュシュッてなんかギリギリで避けてなんだけど目の前の人がもうビビリで「わー」っつってなん,かなんかとんでもないとこ行っちゃってドカーンってぶつかっちゃったとだその時って例えばさ故意または過失はありそうだよね過失はありそうだよね,そのね急ブレーキになっちゃったからねでた多分権利も侵害されてるよねだけどそれってそのぶつかってないやつのせいかって言い切れないとこあるでしょ うん、もしかしたらその人がすごい特殊な逃げ方をしちゃったからそのせいで被害が生まれちゃったってなるとこのよってっていうのは満たされないかもしれないつまりこの4ってのは因果関係っていう要件なんですよ、うん、っていう要件なんですね因果関係ですねで今日これできなくていいからねあのできるようになる必要はこれから先でいいですあの民法の中で一個一個やりますけれどもつまり条文の中にはこういうふうに要件が詰まっていると。 でこれを一個一個分析するっていう作業が入門段階であとはその何回も出てきたけどこれがそれぞれどう解釈されるかだね、うん、だって「過失って何ですか?」だってそうでしょ うっかりっていうのが過失なんだろうけれどもどういうものがこの過失なんだろうっていうのをそれを一個一個解釈していくっていうのがまず法律学習っていうものなんですねなかなかやれば楽しいっちゃ楽しいんだけどねあのやれるまでちょっとねあのやれるようになってくるとあれですでどうしてもねあの入門講座だから言っとくとねあの入門段階の学習でこれがみんなできないんだよ。 うんあの最初に何か本を読んじゃうとこの条文を分析するってやらずにまず基本書とか本だとまずこういう制度なんですよこういう論点がありますよって言っちゃうでしょそうすると条文見た時にそれがパッとイメージできないとで条文を引けるメリットってどこにあるかっていうとみんなが司法試験を受ける時にこの条文見た時に要件全部言えるようになってほしいよねわかる だからこれ要するにこのなななんててさ、勉強でで意識ししければ気づかかいでしょ。だからこの条文見たときに「あ、濃い方は過失よって」とかこう要件を分析できてでかつもっと言うとその時論点で出てくるよねそれが想起できるように復習するとうん。だからえ「濃いとは何ですか過失とは何ですか」とか多分そういう問題出てくるんですうん。じゃあ「権利って法律法理決で、ね、何ですか」とかねそういうの判例があったりするから条文見たときに引き出しが出せるようにその条文がいわゆるリマインダーになればいいっていう感じね。うん。だから条文を見るっていうそこが大切 うん、じゃあせっかくだからちょっと余裕持って考えてほしいんだけどあのじゃあさででっと、えー、見ますけれどもこの541条ってありますねこれ要件ちょっと分析してみようか <laughs>、うん、た本文だけでいいよ本文だけでいいよこれそんなにね多くないね、うんまあ、でこれはねすごく細かく見,た見るか あの大きく見るかとかこれはなんか一義的に決まらないので何 <laughs> とも言えないけれどもどういう時おそらくさ効果はわかるよね解除できるための条件なんですよ、うん、解除するためは解除してえなと思ったらこの条文使うんでしょ、うん、これねじじ実務的なテクニックとしては効果からみんなね、うん、あ解除してえなという時は解除みるの、えー、解除できるかなって考えるのでその時にこれを見るの <laughs>、うん、要件揃っていくかなって見るわけで要件分析するの まあ大きく分けて、まあ、細かく分けるとたくさんありそうだけどね細かく分けるとありそうだけれども、まあ、大体、いいかなさっていくと3つだよね、大きく分けるとね要は当事者の一方が債務履行しない場合です、まずそれがないとだめだよ、履行したら困るとでさらには ②、まずその上で催告をする必要があるねでこれも多分本当は細かく分けることできるんだろうね。 相当の期間を定めてとか分けることもできるけどまあとりあえず催告をするそしてその催告だけじゃだめで履行がないこの3つを満たしているかを見ると、うん、その時初めて効率効果が生じるんだというふうになるんだろうね、うん、はいで実際これが要件効果の議論です <laughs>、うん、でですねでこれもね よく質問があることで、まあ、ちょそろそろ2時間休憩の、まあ、タイミングに入るところなんだけどあの、ね、レジュメントにも、ね、ちょろっと触れてるんだけど、あのー、これね、どこだあった、長いけどね,あ,のねある条文で1つで要件、効果が揃ってるんじゃなくて条文で要件の条文、効果の条文になってることもあります。 うん、だからこれ541条っていうのは一応解除するための要件ではあるんで解除するための要件効果ではあるけれどもその一方でもう一段階のどういうことかというと解除できる時はこういう時ですっていうつまりこれ解除できる要件について細かく書いてるでしょでじゃあ解除したらどうなるっていうことについては書いてないでしょ解除はできるんだけど解除ってどういう効果が生じるかっていうのが実はこれ545条に書いてあったんです、うん、つまり 大きく分けるとこの541条と545条の関係がそもそも要件・効果っていう条文上同士の関係でもあるということも言えるわけねだから541条は解除についての要件・効果について書いてるけれどももっと大きい次元で要件・効果が545条にもあるってことだなうんでじゃあ545条はどういうことかっていったら解除しまあこれももうサクッとやっちゃうけど要はこれが要件でしょ当事者の一方が解除権行使した時 この解除権ののってのが541についてドカーンと書いてあるのが満たされたときなんだろうねでそのときに効果としては当事者は現状回復しなきゃいけませんよという効果が生じるということだねだからよく日常生活で解除解除言うけど結構法律ではこういうの一個一個見て解除が認められるかってやるんですよねうんで本文正し書きです <laughs> あとはねただし第三者は権利返せませんよっていうふうになるわけですねはいここまでいいかしらうん で実際にゃ条文の解釈っていうのがあってさっきも出てきましたがこれ解釈できないときにどうするかっていうことになります、えー、で解釈できないときはもう基本的には書いてあります、えー、であそうそう条文でそもそも完璧なものじゃないですさっきの人を殺したものの例もあるんだけどなんでかっていうとそれだけ曖昧にあえて表現していることが多いんですね、うん、あくまでガチガチにやっちゃうと柔軟性がないでしょ。 柔軟性がない場合ってその法律としては適用範囲がそもそもすごい制限されちゃったりとかあとは政策的な配慮とかでどうしてもあえて不完全に書いていることは多いんですねうん。あとはもっと言うと時代が変わって時代に合わなくなっちゃってうまくいかないとかね、えー、そういう形で条文自体がもうそもそも完全なもんじゃないと。だからそもそも改正される理由ってそうでしょうん。今の時代に合わんから改正されるわけでつまり今ある条文が全て適切かもしくはそのままいけるかっていうのは実ははっきり言えない だから解決できないときどうするかというのが法律学習の次のステップなわけ、ね、うん、条文の理解をした上でそれを今度は解釈するとでそのときにどうやって解釈するかですで解釈法についてはまず、括弧2からいきましょう、うん、条文判例学説というのが基本的な考え方あの3ページの2のところに、ね、書いてあるんですけど要はまず条文を見るで条文分からんとそしたら大体条文通りにいかないときは裁判所が何らかの規決を下してますそれが判例です。 でそれがここに書いてある裁判所が判例裁判において示した解釈ですで、えー、特にこれは予備試験司法試験という発想で言うと判例の理解が圧倒的に問われてますもう担当式論文式どちらもそうだから判例についてはさっき言ったけれども条文と同じぐらいの位置づけなんで結論だけではなくて理由づけあとは事例 えー、そこままでちゃんと、えー、言いましょうだから2回目の民法講議の時すっごくあの細かいことを言うかもしれないのでその時はそういう理解ですであとはたまに聞かれるんですが判例と裁判例って言葉があるんですがこれはあまり気にしなくてもいいですが、えー、ちょっと細かくぎちぎち詰めると最高裁判所が示したものが判例ですで、えー、地裁とかの,あのいわゆる下級裁判所ですね 下級裁判所が示したものが裁判例というふうに区別することがありますただあの入門段階の学習では全部判例って言ってもいいと思いますあの実務に行くと判例じゃなくて裁判例って言葉よく出てきますそれはもうあの最高裁の判断じゃない場合に使われますうん、えー、であとは学説っていうのは何かっていうと判例でも解決できない場合ですもしくは判例がない場合ですね、うん こういう時どうするんだって。もう本当にあの畏怖的な感じですね。もうもしこうだったらみたいな。余暇の刑法なんかでよくあるんですよね。もしこの人がこうだったらどうでしょう。みたいなね。そういう思考実験みたいなことをする場合えー、判例がないケースで学説が使われるということです。あと、もう一つはですね。学説の結論が妥当じゃない時ね。うん。あ、ごめん。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 逆に判例ね。判例こう言ってっけど、これ判例の立場まずくね。えかっていう。 うん、ちょっと時代遅れじゃないかとかね、えー、そういう場合っていうのがありますその時は学説の立場っていうのを知っておくことは有効だとただ重要度としては低いです、うん、学説については、えー、学者になるわけじゃないので <laughs> 試験で学説書くっていうのは結構リスキーですからね、うん、あのであの入門講座の私の講座の中で学説使わざるを得ないものっていくつかあるんですそれはもう言うからあの判例こうだけど学説って書いた方が絶対にいいからっていう場合にはその学説は指摘しますがそういうものじゃない場合は基本的には判例の立場で十分 あの正直言って司法試験も予備試験もねあの実務家の試験なんで正直なところ判例知らないいいう方がまずいんだよねうんこれ裁判所がこういう判断してるよねでそれに従えばこうなるんじゃないですかっていうので実は司法試験が求めるていうのはそれじゃないですか。 それが例えばさ司法試験とか予備試験で要は今ある法律の運用をきちっと分かってるかどうかなので,でその結論が妥当かどうかにちょっと疑わしいぜという場合学説ってなるんですこれはおそらく司法試験の領域というよりはむしろその先の領域になってくるのかなという気はするのでこだわりすぎないでください。で今日、格論でやるんだけどあのこのあの最初に刑法でこれどつぼにはまる人多いから。 刑法ってもう学説祭りで、えー、セブンサミットもものすごい学説がたくさんあってね、でこれ、全体構造もちょっとねあの、もう1時間目の休憩前なので、刑法っていうのをこれね、えー、見ていただくとね、えー、52ページからね、あの刑法についていろいろ書いてあるんです、うん、もうね、う読みたくないね、これね、読みたくないですね。えー 刑法の形なんて言って、いろいろ書いてあって、どうしても学説によるんだね。だけど、あの入門講座って、そういうことは基本的にしないので、うん、あの、例えば今日、これ、あの後半で話しますけれども、要は、目の前にいる人間が行った行為がある罪に該当するかどうかを判断できればいいの。<laughs> それだけ、もう要するに事例の中で、なんか、や、なんか、うさんくさいことをやった人間がいて、そいつが何罪になるかということを判断できることが求められてるわけであって、例えば、ここに書いてあるような、なんか、いろんな学術的な考え方ですか、えー、そういったものっていうのは基本的に、入門段階でやる必要は全くないし、えー、むしろ、あまり、結構嫌いになっちゃうのかなっていう気は <laughs> してきますので、うん。あの、そういうふうな学説の位置づけです。で、あとは事例判断については、さっき言ったような話ですね。 あでごめんなさい、で戻ります、えー、あと10分ないね、えーとで。解釈の種類についてなんですが、えー、基本的な考え方だけ伝えておきます、あの解釈するとき、判例がどういうことをするかということなんですが、この分離解釈と目的論的解釈という言葉を、えー、今日覚えて帰ってほしいかな、えー、とセブンサミットでも、えー、一応触れられているところなんですが。 これは言葉としてぜひぜひ知っておいてほしいのとあとはこれから先よく使います17ページですかね、えー、一応触れられてますけれども、うん、あの分離解釈って何かっていうと、あのー、そのまま読んだ時こうなりますと、うん、そのまま読んだ時こうなりますそれを忠実によるのが分離解釈で理想的には分離解釈で処理できればいいのただ分離解釈で処理できない時判例が出てくる。 で判例はどうしていう,ふうに結論を出すか、これは目的論的解釈に従うというのが一般的です、でこの目的論的解釈とは何かというと、えー、この、えー、セブンサミット17ページのと一応書いてあるんですけれども、要はその趣旨、目的に従って解釈すると。 えーいいう,うに考えられています、えー、だから例えばですけれども、この民法545条なんていうのがまさに、えー、こうあるわけですね、当事者の、これちょっと、あの後でやる,やる話なので、今日わ分からなくても、あこういうことやるんかなみたいな感じで、これ、ちなみに、さっき言ったけど、解除したら、現状回復しなきゃいけないよっていう条文でしたよね、ただこれ、正し書きにこんなこと書いてある、第三者の権利を害することができません。 うん、だからなんとなくだけど解除したら簡単に言えば戻さなきゃいけないんですよね元にねで戻さなきゃいけないんだけど第三者の権利は返せないじゃあこの第三者ってどういう人を指すのって分かんないよねでこの時例えば裁判所は判断を下すんですただどうやって判断を下すかって行き当たりばったりではなくてどういうふうにするかというとこれこの条文の趣旨を見るんですよつまりこれってどういう趣旨なのかなって考えるとね解除ってさ要はあれでしょ あの今まで行ったことを戻ししちゃうんででょわかりまますよね今まで行ってきたものをゼロに戻して元に戻す現状回復になるわけですよね。ただそうするるると困る人っているわけですよ、うん、でこの第三者の利益を害することができないって言ってるのはこれは趣旨としては解除によって元に戻されることで不利益を生じる人を守ろうという趣旨なんじゃないの、うん、とすればこの第三者っていうのはつまり解除によって思わぬ不利益を受ける人。 だって考えられるんじゃない、うん、これが目的論的解釈とするとその目的論的解釈に従うと例えばどうなるかちょっと例を出します例えばこういう場合ですね一つ例を出すと A さんと B さんが例えば売買契約を結びましたと例えばですよで土地を B さんに売りましたこれト陶器って書いてある土地ね土地を B さんに売りましたでこれ解除されましたとただ解除される前に B さんが C さんに土地を売っちゃいましたと。 要するに1回売買契約を結んでるんだけどこの売買契約の解除する前に転売してしまいましたでその後に A さんが B さんとこれ多分トラブル会して解除しましたと例えばこういう場合っていうのはまさにこの C さんからすれば解除によって思わぬ不利益を生じるわけでしょ、うん、ということはこれ第三者に含むべきでしょ、うん、だってね解除されるなんて分かんないんだから、うん、だけどじゃあ逆にだよ 同じことか気にしない、ね、だけどじゃあ逆にさ最初に解除されたとするよねもう解除されましたとで解除されたんだけど B さんが途中のなんかごまかすために C にこのあと転売しましたとそしたらこれってのは C の保護の利益って少なくなるんじゃない要は思わぬ利益じゃ不利益じゃないじゃんもう解除されてるの確定してるんだから解除されてるのにこれだとつまりこっちの方はおそらく第三者としてさっきの545条は想定してないんじゃないかと いうことを目的論的解釈するのでじゃあその目的論的論解釈に伴って言えばどうなるかよいしょ戻りますちょっとこれ同じの <laughs> 後でこれレジュメは出しますのでつまりこの第三者の権利というのはまず立法趣旨を考えるとこういうことだつまりえー、っと解除による、まあ、ざっくりした言葉ね思惑不利益を回避しなきゃいけないよね うん、これが立法趣旨なわけでこの立法趣旨から考えれば目的論的解釈でどういう解釈ができるかというと第三者っていうのは解除前のものに限られるんじゃないかっていうふうに、はいえー、<laughs> 目的論的解釈がなされるんだと。 ちょっとわかかりますすねこういうい感じなんです要は立法趣旨をまず考えるとだからあの条文読むときに趣旨はこうですよ趣旨はこうですよっていちいち言うときはこういうふうな目的論的解釈が求められる前提になっていることが多いですだからえ今日最初にレジュメのところにもあの覚えなきゃいけないものっていうリストの中で趣旨ってのを聞いている時も今回ないかなサンプルではないけど趣旨は何ですかっていうことが一問一答で覚えてくださいって言っている時は大体目的論的解釈が必要になっている場合だったりしますうん な、うんまあ、なかなか難しいですよねちなみにこれ判例も同じように言ってますうん判例も同じように、えー、こういうふうになりますよというふうな発想で解除前の第三者に限るという発想でやってますうんまあなんか条文の勉強のイメージが湧いてくれればねあの全然今日はいいかなと大丈夫かなちょっとごめん一、ね、旦 <laughs> ちょっとあえー、っとあとは触れることだけあそうかそうかはいでそういうふうな中で一応残しておきますね でそういうふうな中で、えー、条文を解釈していくわけですがあったあったこっちねで事例判断の仕方なんですがあの基本的に事例の解き方は今のうちから知っておいてくださいで講義の中でも1回の講義で少なくとも56本はあの事例判断やってみますからでその時にまずやることはこのレジュメの4ページに書いてある、えー、通りなんですり、ね、順番決まっていま,ま,ます。だからまず ある法律効果が求められるわけだからその要件をまず条文を指摘して要件を分析してこの要件が必要ですってことをまず言いますいいですねでこの時に解釈が必要な場合出てきますね、うん、解釈が必要な場合には、えー、判例がある場合は判例を指摘するなく,なくても目的論的解釈で、えー、これはこういうものを指すんだと条文で抑えるそしたらその事実で当てはめるんですうん要件揃ってるかどうかを一個一個検討するとで全部揃えば OK 全部揃わなければダメそんだけのことうん で、その結果生まれる法律効果を説明すればいいんです。だから、解除できるという法律効果が出て、きれば解除の効果について説明すればいいんですよね。うん、元に戻すんですと。 うん、っていうふうなこととをやっていくとででこれから1時間目終了で2時間目の休憩入りますがあのこれから後半は、ね、ちょっと具体的な話で全部7法についてどういうことをやるかを簡単にもう、ね、10分くらいずつ説明していきますがあのまずその分類だけ知っておいてください広報、司法、実態法、手続き法、成分法、不分法という,ふうなものがあります。うん、レジュメですね えっとね、これから先も出てくるんですがこれあの覚える必要はないですけれどもあの、ざっくり理解してください、法律ってあるけど多種多様なんですね、えー、例えばですけれども、この、えー、セブンサミットというと分かりやすいので6ページに一応、広報、司法というのが一応、ざっくり書いてあります <laughs>、えー、これ復習の仕方終わった後説明しますけど、そこまでこだわらなくていいからね、広報というのは何かというと、シンプルです、国家と国民です、原則としては、うん、要は。 ここに書いて国家の内部の役割分担とか国家と国民の事項を定めたものが公法つまり公権力が絡んでいるものが公法ですだから身近なもので言うと憲法がど真ん中ですね憲法は国家と国民の関係を示したものですあと刑法そうですね刑法は国,国家による刑罰権の行使を定めたものですうんこれが公法と呼ばれますあとは行政法も公法に含まれますでそれに対して司法というのは市民と市民ですつまり 公権力のの介入ががないものが司法ですだから一般論として民法、商法、民訴法この辺りが商法と呼ばれあ司法になります。これはちゃんと意識しておいてください。うんえー、これでね全くあの指導原理が違うんで貢献、うん、力が絡むかし要するに司法だったら私的自治じゃん、うん、何やってもいいっちゃ何やってもいいとこなんだけど例えば貢献力が絡んでくると厳格になるでしょだってで 聞いたことあると思うけどさ刑法だったら財権法定主義って言ってあのそれはまあ憲法でもそうだけどさもうすごい厳格になりますよねそういうふうな指導原理は全く異なるというだから民訴法と刑訴法も全然指導原理違うわけですね、うん、であとはですね実態法と手続き法というのがあります実態法というのは何かというとですね、えー、とレジュメでいうとテキスト8ページに書いてあります要は実態法シンプルですしあのここにいろいろ書いてありますが簡単に言います 権利があるかないかの,その要するに、権利の変動ですね、発生、変更、消滅の要件、効果について定めたもの、つまり、こういう権利があるかないか、どういう時に権利が生じるかについてそ、それを定めたものが実態法ね、で手続き法っていうのは、具体的な実現手続きを定めたもの、えー、とこれもう、性分法、不文法はまあ、ね、書いてある通りだからいいんだけど、あの実態法って簡単なんだよね。誰かが 例えばね誰かにお金貸したとするじゃん金返してくんないとうん、えー、でその時に例えばどうやって金返してもらうかと、まあ、基本的に民法は要するに消費貸借契約っていう契約があって要するにもうお金は渡したら返さなきゃいけないって義務があるんだとつまりそういう権利義務定められてるわけねとかもうさっきも言ったけど解除したら戻さなきゃいけないってあったでしょ権利義務決まってるのその権利があるかないかっていうことのそのいわゆる基準が定められてるのが民法でしょ だけどじゃあさ、それが本当に例えばさ、お金返してくれるかね、それによって、民法で決まってるんだからお金返せよっていや、やだよって言われたらどうする、それ実現しなきゃいけないでしょ、それはどうやって実現するかといえば、基本的に裁判所に訴えるんでしょ、民事なら民事訴訟、で刑事も同じです、刑事で例えば窃盗罪に当たるかどうか、これは実態法である刑法が決めます。他人の財物を摂取ししたらでしょ とかねえー、それが何に当たるかというのは実態法なんだけどじゃあでもこいつをじゃあどう裁くかそもそもこいつがやったかどうかということも含めてしっかりと認定しなきゃいけないでしょそれは刑事訴訟法で決まるわけつまり刑事訴訟の中でこの人が本当にだって本人やってないといえばさ、ね、え本当にやったかどうかを審理しなきゃいけないつまり実態法というのはあくまでもルールブックではあるんだけれども権利があるかないかとかそういうことを決めたもの。で 手続き法というのは何かというとそれを実現するためのものなんだけれども本当にそれがあるかどうかの審理をして実現するためのもの、うん、それが手続き法です、うん、だから必ず実態法と手続き法はセットになっていますつまり民事的な手続きであれば民法を理解してからこのあとそれを実際に民事訴訟に乗っけてそれで実現をする刑法が理解できたら刑法でこの人はこういう犯罪が成立するんだけどそれを実際に処罰するためには刑事訴訟法に載せなきゃいけない ということはあの訴訟法の勉強をするときには実体法の理解は不可欠になるということで訴訟法が難しい理由はそこです。 訴訟法だけ知っても、えー、難しいところが出てくるとでただ今日実際そういうふうな話を含めて実態法、手続き法についても、えー、話していきますで最後にあの正分法と不分法というのは書いてある通りですもう基本的には正分法というのはもう文書化されたもの不分法はそれもないもの,あの司法試験予備試験ではあまり気にしなくてもいいところですので、えー、見ておいてくださいじゃあすいませんちょっと時間の方になりましたので10分間休憩をします、えー、とだいたい目標としては40分ぐらいには始めますで後半はですね えと県民警からすべて7科目についての概要を、えー、がっつり説明した上で、えで、ーまあ、次回の、えー、民法の、まあ、触りに入ればいいかなと思います次回はあの民法あの繰り返すのいきなり入るから、うん、今日でもこのガイダンス的なのは終わりますからねはいじゃあ休憩しますじゃあ10分間 はいえー、それではじゃ後半始めますね、えー、よろししくお願いしますで、えー、とまずですねあの前半やったことで、大体、あのー、総論的なところ終わってるので、ちょっとセブンサミットで扱ったところ、ちょっとざっくり見ときましょう、あのーね、あのおそらくわわ忘れちゃったりとかね、えー、しないうちに。 えと基本的にいろいろ書かれてるんですけれども、えっ、ー、と、まあ、押さえていただきたいのは6ページですね。あの飛ばしてるところについては、読み物として読んどけばいいかなぐらいなのじ。一応6ページの候補と司法の区別というところですね、丸、えー、1、丸2については簡単に理解を、えー、しておいてください、えー。バーっといっちゃいますね。えー、それからですね、えー、と8ページですね。えー、8ページの一応、実体法と手続き法ですね。えー、実体法とはどういうもので、手続法とはどういうものなのかという概念がつかめていれば OK です。 それからですね一応、正文法と不文法については一応触れてはいますがそこまで気にしなくても結構です。で9ページ えー、9ページの判例ということですけれども一応この判例の意義についてだけはあの先ほど言った通りですね、えー、押さえておいてください裁判所が裁判において示した解釈であり実務で最も権威があるもの法律学習にあたって判例は重視しなければならないここだけあの一応ねどういうものかと要はあの条文の意義がはっきりしないときになされるものですということですね、えー、それから11ページで一応学説というのも一応説明させていただきました、えー、と一応学説とは何かっていうことについてはあのー、詳しくは書いてないですけれども判例の記 違反に対して意義があるような場合に使われるものです、えー、一応ここに通説って書いてあるんですが、この言葉だけは知っておくといいかな。あの一応通説っていうのが一応判例のまあ一般的な学説の中でも。 通用している見解でよく通説判例なんていうのが解説で私言ったりしますけれども通説判例って言ってる時は判例もそうだし学説もほとんどの学説は同意してますっていう場合に通説判例っていうふうに言ったりしています他のものはあまり、ね、読んで字のごとくです多数説とか有力説書いてありますけど気にしなくていいです通説という言葉だけ押さえておいてくださいそれから条文の読み方についてですがこの第2説の条文の構成のところですが条文の故障ですね1の条項五については理解しておいてくださいこの とところ全体としてですね、えー、それから、括、え、弧、ー、に本文正し書き、もう覚えましたね、本文正し書きは、えー、原則例外を述べたもの、えー、それから、前段、後段、並列というもの、ですね条文の読み方です。えー、それから、条文の構造についてですけれども、ここ、いろいろ書いてありますが、要件と効果に分かれてますということが書かれているだけですので、えー、まあこのあたりもまあ読んでおくといいかなと思います。 えー、あとは、えー、14ページ、ですねまたはもしくはのところ、です法令用語についてですけれども、この1番から6番について、えー、一応、えー、次回の時の段階で分かっているようにという、またはもしくは、および並びに時き場合、えー、それからなんか推定、見なすあたりがすごく重要でした。まあ、余裕があればせっかく号も見ておいいださい はいえー、それから、ね、あんまり意味のないようなところが、えー、ばーっと続くんですけれども、えー、解釈の仕方についてですが17ページのところで解釈の種類ということで、えー、分離解釈と目的論的解釈という話しましたこの2つについてはしっかり分かっておいて、えー、分離解釈って何目的論的解釈って何という話です。はい えー、大体そのぐらいのところですね、うん、あのでせっかくちょっと出てきたのであの、この目的論的解釈のところでちょっと補足だけしておきますと、この次のページに出てくる、えー、18ページのところにある、累解釈という言葉は、えー、知っておいた方がいいと思いますあの、民法で非常によく使われるものです、要はあるもので規定があるとしますよね。うん えー、例えばあるものが規定がある時にそのあるものには似てるんだけどそうじゃないものってありますよね近いものでもこれも適用していいんじゃねえかみたいなののを類推解釈と言いますつまりあ,のある条文があったとしてねこの条文ではこう決まってますでこの決まった言葉通りだったら無理なんだけど ちょっと似てるからこれやっちゃおうかっていう場合に類推解釈とか類推適用って言いますで、えっ、ー、とこれ例文が分かりやすいかなと思うんですけれども例えば例文として具体例のところに書いてありますがこの橋馬車は通るべからずなんていう、ねえー、書いてありますけどもあまりああのあんまり興味の湧くような条文じゃないんだけどこの橋馬車は通ってはいけませんと、えー、書いてあったときまず分離解釈というのはシンプルなんですよ、えー、要するに馬車が通っちゃいけないと単純に解釈する れは解釈えー、だけど目的論的論解釈もできるよねこういう重いものだからここに書いてあるけどねあ本当につまんねえ例だなとか思いながら <laughs> 読んでんだけどいやこれ要は立法趣旨としてはこの馬車っていうのはさ、あのー、重いものをさ動くと橋が怖いから駄目にするんでしょうみたいなね。 だからこれは要するに馬車っていうふうに言ってるけれどもそういうふうな目的論的解釈をすれば、えー、そういう重たいものについてもダメなんだろうなと解釈をしていくっていうのが目的論的解釈。で、えー、類推解釈もまあ似たようなものなんですけれども。うん まあ馬車でも牛でも同じでしょうと似たようなもんでしょうというような形で解釈していくのが累積解釈です。で目的論的解釈と累積解釈はほぼほぼ裏表の関係というかほぼ同じ関係になりますね、うん。結果的には馬車が通れとダメって言ってるけど目的論的解釈をすればこれは自動車も駄目ってことになるでしょうと。 いうにうにやるる場合結果的に累積会となるんですよね立法趣旨を考えれば女その直接はいけないけれどもその趣旨を類推すれば自動車になるもういけるよねっていうそういうようなものです民法でよく使えますのでまた、えー、話させてくださいでそこまで分かればまあ十分かなと思いますで今日はですね後半は本当にまあ気楽に聞いてくださいあのそれぞれの7つの法律ですね、えー、学習経験の方がある経験者の方はある程度聞いたことがあるようなことが多いと思うので気楽に、えー、聞いていただいてで えまだね法律の学習これから始める人、まあ、入門講座は基本的には初学者を、えー、前提としてますので、えー、どういうふうな法律なのかっていう全体像をね、えー、簡単につかんでもらうというのが目的になりますただその中でも最低でもこれ知っておいた方がいいよっていうことについては結構積極的に言っていくのでそこについてはあのぜひぜひ見ておいてくださいででレジュメの方ですね、えー、レジュメの方では何ページだっけえっ、ー、と一応ね格論ということで軽く書いてあるんですがあの なんでやるかというとこれ理由だけ書いてあるので、ね、あの後で見といてくださいあの要するに全体のイメージをつかむというのがやっぱり最初にも言った通り、あり本論に入ったときの学習の効率全然違ってきますでそれとあとめちゃくちゃ重要な概念だけは知っておいたほうがいいから。 うん、例えば民法をやる前に例えば物件とか、ね、債権とかそういう言葉を知っているか知らないかとか、ねえー、例えば民事訴訟法をやる前に規範力って言葉を知っているか知らないかで全く違ってくるので絶対に知ってなきゃいけない概念を軽く見ておきましょうというふうふに考えていますなので受講スタンスとしてはこれあの今日もうあともうね後半の、えー、入っちゃいますが受講スタンスとしては完全な理解できなくていいです、うん、完全な理解は本論でやりましょう。 うん、とにかくイメージと興味、興味湧いてくれればいいんだけどね、湧くんであれば興味を湧いてくれれば十分です。うん、で,で、実際のやり方としては、各科目が始まる前に、該当部分だけ目を通しとくという使い方がいいかな、うん、だから例えば民法が開講される直前に民法部分だけ見る、え刑法が開講される直前に刑法部分だけ、えあの今回、触れたこと、軽く見ておくというようなイメージがいいと思います。要すするに本のの頭入りやすいのでで 使い方としてはそれで各本論編が終わった段階でがっつり見るといいから 3, 3回見る感じ、まあ、今日とりあえず1回見てみようとでで民法始まる前に民法をざっくり明凍してみようとで民法が全部終わった後にもう1回読んでみようとそうするとその3回目のときに分かればいいよとで3回目になったときは超簡単なこと書いてあるって分かるから、うん、あのそういうふうな目的でいいと思います、うん、なので復習についてはそういうことです。うん、あの3回復習すすればいいんですが まあそんなに1回目は気にせずと。 ままず最初いきましょう憲法です、憲法ですえー、これは時間配分間違えると大変なので1個10分でいきます、1個10分でえー、そうしないと多分いか終わらないというね、えー。ですが、おそらくはそんなにねで憲法についてはですねとにかくに日常生活でもよく使うものですけれども、えー、基本的な位置づけとして最高法規制という言葉ですね、これは知っておいてください、えー、つまり法律の中のキングオブ法律みたいなところがあって、もうとにかく最高法規としての、えー、性質を持ちますで、えー。抑えておくべきことといいうううのはどでう 法律かというとこの資格書きの書いてある下の青いところです、えー、近代憲法とは何かですが国家権力の乱用を抑制し国民の権利自由を守る基本法であるというところですねつまり憲法というのは基本的には国と国民の関係ですからね うん、つまり、詩人と詩人との関係というのもあるけれども、原則としては国と国民の統治法であるということは押さえてください。で、最高法規であることは22ページに書いてあるんですが、えー、変なピラミッドね、わけわかんないピラミッドが書いてあるんだけど、一応ね、最高法規であることは後で見といて、条文で98条1項で憲法の最高法規制が一応触れられてはいます。うんはい、で、全体構造とかについては、ここはあまりこだ細かく見なくてもいいかなと思ってまして、押さえてほしいのは25ページですね。 えー、基本的には憲法というのは大きく本当にざっくり分けると2つに分かれます人権と統治という2つに分かれています人権というのは何かというと、えー、要するにみんなのよく言うあの国民の持っている権利ですよねそういう権利について定めた部分とそれからページで言うとちょっと飛んじゃうんですが27ページにある統治という概念ですね、えー、これがあるんですで統治というのはいわゆる国会内閣裁判所とか地方自治とかいわゆる国の在り方ですね について定めたもので大きく憲法を勉強するといったときにはこの2つの部分を勉強することになりますだか,だから憲法1、憲法2なんていうときは大体これ分かれてますで,で主に人権が重要です、うん、司法試験では、うん、要するに国とか国家権力が何らかの権利を侵害してたりするんです でその権利が侵害されていることが憲法上どうなんだってことが聞かれていくので、まあ、人権についての理解というのがメインになりますで大きく分けて人権のカタログは知っておいたほうがいいので、えー、本当は、ね、条文引きながらなんですが今日はほんと俯瞰的に見ますから。まず包括的基本権といって そうす細かく分けずに全体を決めたものがあるんですね、それが憲法13条なんですね、えー、憲法13条は、ね、幸福追求権と一般的に呼ばれているものです、要はこれは具体的な権利義務ではなくて包括的な権利なんですね、包括的な権利、うんえーまあとで、ね、あの条文を見ておくとあのいいかなと思いますけど、余裕がない人は、ね、あの後で見ておいてくれればいいですからね。あのー まあ、幸福追求に対する権利というのは最大の尊重しますと決められています。あとはもう一つが14条ですね憲法14条で平等権というのが定められています。えーまあ、14条では要するにあの 国民はみんな平等ですよみたいな、本当はすごい細かいんですよ、本当はすごい細かい話なんですけれども、すべての国民は法のもとに平等であって、えー、人種、信条、性別、社会的身分、文地によっては差別されないなど書かれています、まあ、そういうふうなまず法格的な基本権がまず前提としてあって、その中で具体的な権利っていうのがあるんですで、その権利が大きく分けて3つあります。うん えとこれねちょっと分かりにくいのであの私の方でちょっと説明し直すと「2」が消極的権利って書いてあるんですが要は自由権です。 我々が何とかの自由何とかの自由って言ってるものは大体この自由権に含まれますええー、まあ精神的自由権とか経済的自由権とか人身の自由なんて書いてありますがこれは実際に勉強するけど有名なのは信教の自由とかねえー、学問の自由とか、まあ、そういったものがおそらく有名だと思うんですがこれはあの勉強するときに必ず押さえてほしい視点として自由というのはこれ言葉の考え方間違いないで国家から干渉されない権利ですいいですか つまり国民が自由に何かを行うという権利ではなくて国から制約されないという意味での権利なんでここは気をつけてくださいだからあの要するに、ね、ちょっと難しい言葉になりますが国家に何かをしてもらう権利ではなくて国家に何かをされない権利これが自由権と呼ばれるものですで似てる概念が社会権というのもあるんですねそれが丸二三のところにあるんですが社会権って聞いたことあります有名なのが生存権というやつですね 健康で文化的な最低限度の生活をする権利であったりもしくは教育を受ける権利とかなどですねこの3にある積極的権利というのは何かというと国家による自由つまり国家に何かをしてもらう権利です、うん、つまりあの大きく分けてここだけ今日は理解してくれればいい、うん、憲法っていうのは一般的に本当にざっくり言えば自由権と社会権なんですよ、うん、自由権っていうのは国家からされない権利だってことで あの社会権っていうのは国家にしてもらう権利だってことね、うん、あのここだけはちゃんと押さえておくと本論入った時にすごい楽だ,と思いますあのだから生存権なんてまさにそうでしょ要するに生存権っていうのは国家に要するに生活保護の制度であったりと整えてもらって。 最低限の生活を送るわけでしょで教育を受ける権利もそうでしょう義務教育の制度であったりとかえ教育の無償化であったりとかそういったものを国家が実現するという意味で、えー、違うわけですでそれとあとは全く違うもので賛成権ですね、えー、能動的権利なんて言われてますが賛成権っていうのが決められていますうん えー、本当にこのぐらいになっちゃいますけれども、えー、大丈夫ですね、自由権社会権せあの反政権って大きく分かれていると、でその上でで、すね、えー、よくよく出てくるのが、えー、と26ページになります、まああの。人権保障についてですね 2つの権利がぶつかるということがよくあるわけですね、うん、大体の場合権利と権利というのはぶつかるとじゃあこのぶつかった権利をどういうふうに調整するのかというのが大体憲法の問題になるわけですでこの時に、えー、知っておくべき言葉が公共の福祉という言葉ですね、うんえー、この公共の福祉という言葉何回も何回も出てきますけれども基本的には人権と人権がぶつかった時に調整されるものですうんええー まあ大体そういういいいいなぐらででイメージとしてて持ってくれればいいです要は公共の福祉って例えば本当にざっくりしたメ目でだとみんなの利益みたいなイメージですよね要するに一人の権利がざーっと行使されることによって周りがそういうふうになるんだったらその権利って若干制約しなきゃいけないし権利と権利がぶつかったらそれ調整しなきゃいけないでその調整するときに使われる概念として公共の福祉という言葉がありますのでこれはちょっと知っておいてください、うん、でこれが大体人権の本当にざっくりした話で, <laughs>、うん、でじゃあ統治ってどういうものかって話 なんですがこれについては本当にざっくりやりますけれども、28ページですね、こういう話をこれからしますと、えー、憲法の講義では大体、この三権分立の話がメインですよね、えー、国会、内閣、裁判所で、えー、国会が立法権、内閣が行政権、裁判所が司法権をそれぞれ持っていて、で国民がそれぞれに対してコントロールをすると、えー、特に国会というのは、要するに国民から選ばれた人がやりますと、まあ、いわゆるあの本当になんか、今まで勉強してきた基本的なルール。 それについてぎっちり勉強していくのが統治なのでどちらかというと勉強のイメージとして、えー、なんですけれども、えー、っと人権の勉強をするときはどちらかというとその判例であったりとかその具体的な事件とかのケーススタディがメインになります。うんこういう場合は表現の自由どうかとかこういう場合は新居の自由どうかみたいな話になる。 だけど、えー、統治の場合はどちらかというと決まったものなのできちっと制度を理解するっていう勉強になるということでちょっっとあの色合いが変わってきます、うんえーでまあ、例えば30ページのところで一応政治機構について、えー、書かれていますけれども、うんあのまあ、こういうことやるんだなぐらいのね <laughs> こういうことやるんだなぐらいのことだけ知っておいてもらえればいいです、まあ、大体、憲法については、ね、こんなもんでいいかなと思っています。で 大体まあ、あの今までみんなが勉強してきた中学校、高校でもやってきた憲法というものを深く掘り下げるイメージになりますので、えーまあ、イメージは湧いていると思います。で、おそらくあの大学に行ったりとかしないとなかなかやらないのが民法なのであのそこから先の話をしておきます、えー、と32ページの民法というところですけれどもまずちょっと復習だけしておきますがどういう勉強で次回の講義から民法の中身結構深く入っていくので、えー、大体こういうふうなことをやるんだなら知っておいてください。大きく分けるとまず、えー32 ページに書いてありますが司法です、いいですね、えー、市民法ですで、司法の一般法です、うん、要するに一番司法の根底になる法律で、そして実態法です、うん、あの実態法になります、なのでそういう法律ですで、実際どういうふうなものをやるかというとさっき要件・効果とうう言いましたが、まさにその要件・効果についての、えー、話が中心になります。うん、で 大体の場合、あの押さえてほしいのがこの後やりますが民法というのは物件と債権という概念ですね、えー、この概念だけしっかりあの今日最初に、ねえー、押さえておいてもらえればと思います、まあ、簡単にしか書きませんが、えー、っとちょっと待ってね、まあ、物件では物件ですで、債権でこう書きます、うん、で物件というのは何かというと、これは物に対する権利だね。 つまり、えー、例えばですが、えー、例としてはです、ね、あのパン屋でパン買いましたまんていう、ね、またあんまり白くないような本か話がありますけど、えー、例えばですけれども33ページでパン屋さんとお客さんが何、えー、かやりましたとでその時にあのどういうふうな法律効果があるかというのがこうやって民法では決められてくるわけですが、えー、基本的な考え方としては物件というのは物に対する支配で例えばパン屋さんがパンを持っていると。うん その要するにパンというものに対して持っている権利は物件になりますで、これは絶対に押さえておいてほしいのは、物件というのは、37ページちょろっとだけ見ておいてください、えー、37ページに書いてあるんですが、直接的排他的な支配権、うん、えー、っと、まあ、直接的排他的、つまり、物件ってめちゃくちゃ強いんです。 えー、例えば一番有名な所有権なんていうのがあれですけれども例えば私が、えー、この本を所有していますと言ったらこの本に対して私は直接、行使できますし、えー、他の人にとやかく言われないんです、何やってもい簡い単に言えば、なこの本を捨てようがいいし売ろうがいいしね、えー捨てま、曲げようがいいし何やってもいいとつまり物件というのは非常に強い権威なんですが物に対する権利があるわけですでそれと近いもので再建というのがあるんですで再建というのは何かというと人に対する権利です。うん えまあ40ページなんかで一応書いてあってまたま,まとめますけれども、人に対する、ちょっと私のことですが、請求なんです、あくまで。例えば、売ってくださいとかね、そういう話ですね、引き渡してくれとか、例えばこれはどうやって生まれるかというと、人に対する請求なので、一般的にはえ契約により生じることが一般的です、他にもありますけどね。 えー、例えばさっき不法行為ってやりましたけれども不法行為によって請求権って発生するでしょあれは契約ないけどね事故っちゃったら請求権できちゃうみたいなケースはありますけれども基本的には何か契約をしたことによって債権が生じますでこれは当然直接性と排他性はありません排他性はありません うん、その人に対して何かしてくださいというだけの権利にすぎないのでだから一般論として言いますとどっちが強いかなというとやっぱり物件が強いんですね。うんえー、物件の方が強いですででこれから民法の勉強をするにあのっときに見見えかっ、ねえー、民法の勉強をするときにですねすごく意識していただきたいのがあここかな。 民法の勉強をするときに意識してほしいのが物件と債権というのをしっかり区別して考えることだから例えばパン屋さんとの例を戻りますけれどもパン屋さんに対して例えばパンを買うとしますそのときに何が生じるかというとまず契約が生じますよね契約をすることによって何が生じるかというとそれぞれぞ債権が生じるんですつまり、えー、パン屋さんからすればお金を払えという債権 えー、そしてお客さんからすればパンをよこせという債権それぞれの債権が発生原因として契約が発生原因になると、うん、でそれによってそれぞれの債務が生じるとでそれで何が起こるパンが移転するんですよでパンの所有権がそれまでパン屋さんが排他的に持ってたものが引き渡しによってお客さんの排他的支配権に物件が移転するとでもっと言うと細かいですがお金に対する物件というのも一応関連できますよねお金に対するものも移転していくと。 つまり、その1個の例えば本を買うとかパンを売るっていう単なる売買が実は、再建的な側面と物件的な側面両方あるとそこをしっかりと意識することが民法学習のポイントということになりますじゃあ、契約って何ですかっていうとこれは今日覚えて帰らなきゃまずい話です。えー で指導原理とか書いてあるけどこの辺は、ね、あまり気にせずでいいですあの36ページのところでさっき言った話ですね、えー、物件と債権についての説明が書かれてますが要は何でも物件と債権両方考えましょうということなんですが債権というのはさっきここに書いた、ね、これ今日押さえて、ね、ある人がある人に対して何かしてくれって請求することです、うん、で物件というのは人が物に対して支配する権利ですうん ここはの区別しないとあの勉強するとき大変なことになりますで物件というのは何かとか今ここに書いてありますえ物件というのは直接的排他的なものでもう一つの物件物に対しては一つしか物件はないですいいですねえ簡単に言うと、まあ、共有ってありますけど、えー、普通に考えるとこの六方の所有者って基本一人です、ね、排他的なんですうんでただこれってあのでも誰がど,どの持ち物かってはっきりしてないですよね普通わかんないでしょ だから、まあ、大体普通名前書いたりするわけです。で、ただ、名前書きば、これも、俺のもんだって言う,うにはわかるけれども。あの、例えば、不動産とか。自動車とかって、名前書けないでしょ、嫌でしょ、自動車に、田中とかだけどね、えー。なので、基本的には、そういう場合、どうするかというと。取引の、やっぱり、安全っていうのが必要になるので、工事っていう概念があります。で、それがね、この。 書いいててあるけどあの工事の原則って言いますよく高額取引になっているものについては誰のものかというのはやっぱりすごく重要で取引上、すごい大切なことなんですなので一般的には物件と工事を両方揃えてから配達性が生まれるっていうのが大体の建て付けですだから原則としてはいいんだよ原則としてはこの本、俺のって話なんだけど、まあ、名前書いときは間違いないでしょっていうそれと同じです不動産にでも名前つけられないじゃあ不動産に付ける名前は何かというとそれは登記ってやつなんです。うん でですので基本的にはこの工事の原則っていうのは知っておいて要するに物件っていうのはそれだけ強い権利なので、うん、ただ単に持ってるだけじゃだめで工事がないとだめだとだから不動産だったら原則登記ですうん登記がなきゃだめええー、で動産だったら引き渡しが必要になりますうんつまり持って れば要するにこれ俺のものって言えばなんか俺のものっぽいでしょ <laughs> だけどその辺にあるものはああ俺のっていうのとは違うでしょそれ俺のとかさその駅のホームとかああそれ俺のだよとか言ってもさダメでしょこれだったら俺のって感じするでしょあのそれがまさに工事ってやつで物件が得られるためには原則としてはこの不動産とか動産においては工事が求められます、はい、でじゃあこの実際物件ってどういうものなのかっていうことですが、えー、要はこの工事がどう使われるかっていうとこの38ページなんですね ちょっととと見ておくと、えー、イメージが湧きやすいと思いますいい思ま例えばですが X さんがいます、はい、A と B に土地を2つ売っちゃいましたうんいいですねそうすると A と B どっちも所有者のようになるわけだだけどこれは排他性を得る必要があるわけでねじゃあどうするかというとこれは A と B どっちかが登記をする必要があるわけだよ で簡単に言えば登記をすることで排他性が生まれるわけだから例えば、えー、この場合だったら A さん B さんどちらかが登記を備えて初めて排他性を得ると言い方を変えれば登記を取ったやつが勝つというのが原則になるこれがいわゆる工事の原則ですうん物件ってそういうもんなんだじゃあ例えばだけどじゃあ物件同士だったらそうなるねじゃあ債券と物件って話だけどどっちが強いかってっ物件強いんですよねじゃあこの下の B を見るとね、えー、例えばこんな話ですえー なんじゃこれと思うけど X さんがある土地があるんだよ A さんにね土地貸してんだよね貸すよって賃貸借ですね、えー、土地を貸しましたで土地を貸してるんだけどこの x 六でもないね B に土地売っちゃいましたと <laughs>、うん、そうするとこの土地に対して2つの権利がぶつかるの分かりますうんつまり A さんからしてみれば X さんと賃貸借やってるから土地借りてるから使える権利があるはずなんだよでも B さんからすれば売ってるから所有権持ってるんだようん じゃあこれどっちが勝つのっていう話なんだよねそうするとさっき出た物件と債券だったら全く違う点がここなんでしょうん支配的が排他的があるのが物件なので物件の方が強いんですだから例えばこれ A にしてみれば超かわいそうですよ A にしてみればかわいそうだけれども排他性がある物件が優先するとだからこれよく格言的に使うんですが売買は賃貸借を破るなんて言われてる、うん、つまり賃貸借契約がついてようが売買の方が勝つとこれは物件の優先的効力です ただこれ例外はあります、ちゃんと触れるけど後で、ね、後あねあの,一応ねあのそうすると A、あまりにもかわいそうなのであの A を保護する手段というのも一応用意されています、それはまた本論でやります、うん、ただ原則はそうなると、うんで、このまとめのところだけ今日は、ね、あの知っておくとあの理解が進みますね、物件相互間は工事、備えたものが勝ちます。と土地でもそうね あとはあれだね、携帯,も携帯とかの名前、いや、動産だったらもう分かりやすいね、あるこの6本を俺が、君に売る、君に売るって20倍倍しちゃったと、どっちが勝つって言ったら、引き渡しとした方が勝ちってことだよね、引き渡しが工事だからね、うん、ということです、で債権と物件は物件が勝ちますということね、うん、そういうふうにして処理をしていくと、であと押さえてほしいのが、物件的請求権というのがあります、えー、要するに物件っていうのは基本的に排他的な権利なんだけれどだから人に何かせいとは言えないんです、物件って。 ここれ原則わかるる言ってることあの要は物件っいうのは人に何かすることをすも請求できないんだけれどもただ請求するるる必要があるのわかる例えば俺が土地持っててあの例えば、ね、持ってたらなんか勝手にその辺のおっさんがプレハブ小屋建てやがったと <laughs>、うん、でその時にさすがにこれって物件持ってるからってことで追い出したいんだけれども物件って基本的には請求できないでしょ、うん、債権じゃないからただ支配するだけだから。 だけどそれが不都合なわけです、うん、なので基本的に物件にはこれ条文上書かれてないんですが物件的請求権っていうのが認められてますでこれは何かというと例えばさっきのプレハブぐらいの例だったら簡単です土地返せという返還請求権ですねでこれはなんか厳密に言うと物件そのものじゃないでしょう物件と債権が足して2ではという感じですうん。 返還請求これ簡単には返せですで。今日この 3, 3つ覚えてて返っといいかもしれないいや返還請求権返せですあとは、えー、妨害排除請求、うん、なんか目の前に妨害されてるからその妨害取り除いてねっていう、うん、妨害してるだからんなんかそういうイメージですよねなんか危ないものが置いてあるからそれのっけてよと、うん、あとはもう一個。 いやこのままだとちょっと危ないぞというときに、妨害予防請求、失礼、予防ね、えー、この3つが認められてます、セブンサミットには書いてないんですが、えー、民法の抗議の中で、かなり早い段階でこれ出てきますから、あの知っておいてください、要は物件そのものというわけじゃないんだけれども、その物件から派生するんだね、うん、えー、っとこの39ページのところに、ちょっと、あ、ごめんなさい、見づらいかな、ごめんなさいね、こうですね、えー、39ページの、あ、ごめん、後間違えちゃったこう、こういう感じですね。 え39ページのところに、えー、一応これ分かりやすく説明してます要するに物件にに基づき人に対して一定の請求をすする権利です、うん、つまりこれ問題意識として物件だけだと要は不完全なんだよやっぱり支配できるけれども人に対して何かできないとまずいでしょうとそんな観点からこういうのは認められてます一番使うの変換請求で、ねうん、一番使うの、うん、さっき言ったプレハブが建てたやつに出てきけて俺に土地返せんっていうやつです、うん、はい ということですねで実際のところ、えー、物件についてはそういう話で債権についてはさっきも言いましたが40ページのところで軽く書いてありますが要は人に対する請求が債権ですうん債権です <laughs> うんで、まあ、違いについては今言ったような話ですね、えー、排他性とかも、えー、直接性もないので、えー、基本的には物件より弱いと言われてますがメリットはなくはないこれは契約自由の原則というのがありますからあの要するに 基本的に自由に内容は決められるっていう点で柔軟性はある、うん、という点でメリットはある、えー、権利なのであ債権だから弱小っていうわけではないっていうことね、うん、ただ物件と比べると弱いっていうのが特徴としてあります、うん、で大体じゃあ勉強の中心はどっちかっていうとやっぱり世の中契約で回ってるので。 うん、なので債権が中心になってますで特に右側の41ページのところでさっきの債権、えー、の話をしましたが細かくね契約についての分析について書かれてますけれども、えー、基本的な考え方は41ページの下に書かれてるこの表だけ分かれば十分です要はこれはでもその代わり絶対に知っといて、ね、申し込みと承諾が合致して契約が成立しますいいですね うん、この申し込み承諾っていう言葉はちゃんと押さえておきましょうね要は何かしてください分かりましたというこの契約が合致したことで初めて、えー、契約が成立するというふうに考えられていますうんで細かいことが、ね、次のページ書いてありますがそこまで気にしなくても結構です、うん、こ今の段階では申し込みと承諾が合致すればいいですでその際に大体問題になるのはその契約が有効化っていうのが問題になるんでしょこういう時でね。ねなので41ページの上の3つの概念だけ知っておきましょうか うん、ちょっと駆け足だけどねもうそういう第1回ってそういうもんだから <laughs>、えっと、有効っていうのはもう有効ですよねで気をつけといて無効と取り消しですねあの1回目の講義で結構出てきます錯誤とかやるときに無効とか取り消しって話たくさん出てくるんですが無効というのはまずこれなんかいろいろ書いてあるけど法的保護に値しないって書いてあるけれども基本的にはもう最初から最後まで効力発生しないのが無効です あの言葉としてはその方が理解しやすいかなそもそも効力発生せずですで有あの取り消しっていうのは違うんですよ有効なんだけど取り消されたら遡ってなかったことになるわかるあのだから向こうのほうが違法自由強いわけね、うんえー、要はねなんかね有効だ無効だなんて話はよく出てくるけれども要するに無効っていった場合にはそもそも効力が発生しない でそれと似てるので取り消しっていった場合には一応有効として扱うんだけど取り消しますって言ったら取り消されると遡ってなかったことになるそれが取り消しってやつなので、えー、一応これはぜひぜひ頭の中に入れといてください、うん、でですね一応契約の話なんですけれどもあのこれから先問題になるのどういうときかですね 契約で問題になるときどういうときなのかということなんですがちょっとねこれ大変なんだけど43ページ見てくださいえまあとでこれねあの飛ばしたところはね飛ばしながらでいいからねあの今日はもう本当理解すればいいかで次回の講義でも思いっきりやるのでこの,あの意思表示の過程に問題がないことって言ってかみますが大体契約の問題で出てくるのがこの5つですうんざっくり知っておいてください心理留保 呼びますこれね、えー、これ心理流法って読むんですが、93項上に書いてあって、次回、かなり細かくやります、これね、この理って言葉なんかタヌキみたいに書いてあるけど、これ、後ろって意味なんです、つまり心の後ろに何か持ってるって意味なのね、<laughs> 心理流法ってね、要は、これね、売る気がないのに売るって言っちゃったケースです、つまり、真意とこと、真意を隠して何かをやることを心理流法って言います、まあ、よくあるでしょ、冗談のつもりみたいなやつ。うん この本は売る気ねえのに売っちゃうみたいなね、えー、こういうのを心理留保と言います、うん、ちなみにこれね今日知っといて得なので一応言っておきます心理留保って原則どうなるかだけ押さえといてくださいあの原則有効ですな、うんでかって言ってんだもんね うん、これ1円で売るよって本当は100円で売る,あの売るつもりないんだけど1円でいいよって言っちゃって相手がじゃあ売ってくれって言ったらそれは売るしかないでしょってことなのでまあ心理予導処理も知っておいてください一応原則有効です、まあ、例外はあるようんこれは相手がね相手があの嘘だって知ってればみたいな話なんだけどねで次あの通報虚偽表示っていうのがありますこれ何かっていうと 2人でぐるになって嘘の形作るのが通貌共有表示ですあのどういうものかっていうと売るつもりも買うつもりもないのにお互い嘘で示し合わせるの売ったことにしましょう買ったことにしましょうって言って投機動かしちゃうこういうのを通報拒否表示っていう、うん、これも問題になることは多いよね大体、うん、いい税金対策でねうう売ってもいないけど投機動かすなんてよくあるんですこれは当然無効です原則うん、なんでかって言ったらだって意思合致してないでしょうん でこれは結論だけあの知っておいて次回の講義ですごいスムーズに入るから知っておくだけで、ねうんえー、これがまず無効ですでですね、錯誤これも問題ない勘違いですね <laughs> そんなつもりじゃなかったって騙されちゃったみたいなね錯誤、えー、っていうのは要するにあの自分が思っていることと要するにその全然違うと勘違いしちゃったケースが錯誤です錯誤の場合は取り消せます うん、作語の場合は取り消ますであとは、えー、有名なものとしては、えー、その後出てきますが詐欺とか脅迫ですね、うん、詐欺を騙されて意思表示をしちゃったとか、えー、脅迫もう脅されて無理やりさせられたこういうものは取り消せるというふうに言われていますで、えー、次回の講義の前の段階で、まあ、知っておいてほしいのは、えー、この心理留保から詐欺脅迫までイメージが湧いておくだけで全然変わってきますので,で余裕があれば原則だけ知っておきましょううん 心理留保は有効通報虚偽表示は無効錯誤詐欺脅迫は取り消しできるちなみにこの「錯誤」は改正民法で初めて変わったもの改正前は無効だったんですだけど改正後に「取り消し」っていうんで変わってますうん であと、ね、問題になるところですけれども、まあ、有名なところとしては代理ですねさっきやりました、うんえーまあ、代理の場合が問題になるんですがそういうふうな話を4のところで書いてありますがこれについてはあまり気にせずでもいいと思います <laughs>、うん、ただ、ね、どういうときに代理,代理ってよく使うでしょ代理行為ってでどういうときに代理が成立するかというと、ね、一応、ね、44ページに一応書いてあってね うんまあ、日常生活でもよく使うから問題になるところなんだけどあ、えー、と後で余裕がある人というかね、えーとまあ、そういう、ね、<laughs> 余裕がある人はさっきレジュメで99条ってやったでしょ、うん、99条で実はこの話が出てきたんです要はあの代理人と相手方で法律行為するんだけどその時に必ずせなあかんのは代理権を授与しなきゃいけない3に書いてあるよね、うん、代理権を授与しなきゃいけないのとあとはこの2の「県名」って言葉を押さえといてください うん、ちょっと覚えてる人はあれかもしれないけどさ、あの私の今日の全体構造のサンプルのところに一応、99条って書いてあってね、あのここにこんな1番でこんなのあったでしょ、代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意持表示はって書いてあるでしょ、うん、これまさに賢明のことを言ってんですよ、要はあの私は代理人です、本人のためにやりますってことを示してや,らないやって初めて本人に降下帰属すると。つまり代理っていうのは 要するに代理人がやった行為を本人に帰属させる,るもので、これは民法第2回でやります。えー、民法第2回でやるんだけれども、えー、基本的な大前提として代理権がなきゃいけないということと、あと、懸命しなきゃいけないと、うんえー、これがないとできないんだよということは、今日知っておくと、えー、スムーズに入ってきます。こういう話が民法だね、大きくね。うん、であとはね、これ、えー、知っておいてほしい言葉です、これは、ね、覚えてほしいことで、条件、期限ってやつですね。うん あのね、これは民法用語なのであのこれから先も知っておいてください条件と期限って似てるんだけど全く概念が違うんです条件っていうのは不確実なものについて使いますつまり大学に受かったらお金あげるよとかね受かるかどうかは終わるでしょ、うんえー、もしくは、まあまあ、厳密に言うとねちょっと難しいかもしれないけれどもねそういうふうなあのー 受かったらあげるよとか,なんかあのこうなったらみたいな不確実な場合で期限というのは確実に来るものについて使いますだから平成28年何月何日にみたいな場合必ず到来するでしょうんあの期限と条件という言葉は何が違うかはしっかり押さえて条件は来るかどうか不確実で期限は必ず来ますでその上で条件のこの2つの言葉は知っておいて停止条件と解除条件 えこれは法律用語として民法を勉強するときに知っておかないと絶対まずいもの。うん。停止条件っていうのはシンプルあることが起こって効果が発生するのが停止条件、うん、つまりね停止条件っていうのは例えばこうなったらこのイメージです時系列でいうと、うん。つまりねある 例えばだけどあの何かがあったらこうなりますって場合ですねだからイメージとしてはですねさっき大学に受かったら車買ってあげるようなんてまさに停止条件の典型です要は車を買うっていうことは要するに大学に受からない限り発生しないんだで大学に受かるっていうこの条件が成,成就して初めてそれが発生するとこれが停止条件で逆に解除条件っていうのもあるんだ解除条件ってどういうものかというとこういうイメージ これ間違いやすいからね早い段階でしっかり使えるようにあのこうなったらけに消えますっていう、うん、全くまだそれまでは自由に使えるんだけどあのこうなったらダメですよって場合ですね何ですかねえー、なんかイメージ湧かないけど基本的にはこの家使っていいよ、うん、だけどお前こう,なっこういうことしたらもうだめだよと、うん、要するに そこで勤めてるうちはこの家使っていいけどお前会社クビになったらお前使うなよって場合これは会社をクビになることが解除条件になるっていうことだね、うん、つまり停止条件っていうのは発生解除条件ってのは消滅について使われるということですね、うんえー、これはねイメージはすごくね混乱するので最初に知っとくといいよなんか停止条件って言ったらポンって生まれるっていうイメージですね解除って言ったら消えちゃうっていうねちょっとどっちも同じような言葉なんでね慣れておく必要があるから。 で期限についても確定期限、不確定期限って一応分かれますがこれはもう読んで字のごとくだよ確定期限ってのはもう確定してるんで何月何日って不確定期限ってのは不確定なもんだよ、うん、私が死んだらなんで不確定期限の典型ですわな。いつ死ぬか分かんないけどいずれは死ぬっていうね、えー、だから私が死んだらって条件じゃないんだよねわ、うん、かる死ぬことは絶対じゃんだけど子供が生まれたらは条件なんだよ分かんないじゃん子供が生まれるかどうかは。 うん、つまりまず条件か期限かっていうことをちゃんと押さえてほしくてで期限の中でも確定か不確定かっていうふうに分かれていくと。 うん、これも、ねあのー、よくよく、ねあのー、間違いやすいところなので知っておいてくださいであとは他にもそういうふうな、えー、家族法とか相続法特に民法というと、ね、あの日常的なところだと親族法とか家族法みたいな、えー、離婚とか、ねえー、子どもとか養子縁組とかそういう話とか相続って話も、えー、出てきますそれが45ページに書いてありますがこれはまあ最後の方にあるものですので、えー、民法としてはそういう押さ、まあ、えてほしいことは物件再建っていう話ですね。物件再建って話と、えー、それから うん、それぞれどういうものかということあとは権利がどうやって生まれるかというところだけ、ね、あのこういうことをやるんだということを知っておいて、うん、それでいいからねで商法についてはう要はこれね民法の特別法だっていうそれぐらいでいいです要は民法の勉強がしっかり分かってればそれでそれは要するに民法って基本的に詩人と詩人決めるんだけど会社っていうのが出てくるとさすがに法律関係混乱するでしょだから会社について特別なことを決めましょうと。 いうふうふに決められたのが商法でうん基本的にはあの民法とそんなに変わりません <laughs>、変わりませんってって問題なんだけどねうんえただ、どういうふうな特徴があるかあのこれぐらいは知っておきましょうみたいな話をするとあの株式会社って何ですかって言ったら簡単に言うとえ一般の人から株,株式っていうかな出資を集めてそれで会社を経営するっていうイメージは湧くと思います。 うん。えー、それが、あの、商法のよく使われる。まあ、46ページのところからが商法になるのかな。うん。あまり、あの、この辺細かくやると大変なんだけ、ね、あの、48ページあたりをちょっと見ながらいくとですね。株式会社ってどういうものかっていうことだけ、あの、ちゃんと押さえておいてください。要は、 あのこの法人制度があるのでって書いてある、なんか、なんかあるでしょ、変な、変な、変なっちゃうけどね、なんかあるでしょ、うん、そこに書いてあるんだけど、弱さ、あの、ある法人 A ってのを作るわけですよ、要するに、で、そこに例えば10人 A1 から A10 までいるんだけれども、そいつらがプレイヤーとして出ちゃうと混乱するから、法人を作るわけですよ、で、それぞれ社員権ってのを持っていて、法人 A が取引をすると。 だから基本的には法人と会社が取引をするんだけれどもあ法人、法人と相手が取引するんだけれども、その A という法人に対して、いろんな人が出資をすると、それによって会社を運営しましょうと、そのルールを決めたのが、えー、会社法のまあ大原,原則ということです。で、で株式会社についてはあのー、キーワードだけちゃんと覚えておいてほしいのがです、ね、この3のところに書いてあるんです株式会社制度はって書いてある、これだけ今日知っておいてください、えー、間接有限責任っていう言葉。うん。 大体そうなんですよねあの間接有限責任って何かというとまず簡単な話ですあの、株式会社っていうのは大赤字出すすありますよね大赤字を出すときあってそのときに借金どうするかって言ったら株主は基本的には出資した額がパーになる限度でしか損はしないってことですねだから1万円分株式買いました1万円分株式買ってじゃあそれに対してじゃあ会社が潰れましたそしたらその1万円がゼロになるっていうそれだけ。 ですだから出資がしやすいんだね、うん、だからそういう意味で有限なんですであとこの間接って言葉わ分かりますあのー、これはねシンプルでね例えば会社の債権者って言いますよねあの株主に直接取り立てはできないってことです分かる要するに例えば、えー、私が車を持っていてある株主だとしますでその会社が潰れてしまいましたとでそしたら当然取り立て屋が債権者がいるわけですでも債権者はあくまでも私の車には執行できないわけね うん、あくまでも会社の持ってる財産にしか取り立てはできないだから直接できないってことから間接って言われてるだからこのね、えー、右下に書かれているこのね、えー、間接有限責任の原則というこのところはぜひぜひ覚えておいてくださいあの要はねまさにこれなんだよ会社法で決まってる大原則で要は会社に対して持ってる限度は出資義務の範囲で限度は負うとでそれから会社の債務については責任を負わないってことうん いいつまり、この間接責任って書いてあるけど要するにこのなんかビシッとなっている矢印×って書いてあるけどこの B のところに直接取り立てをすることはできないこれはちゃんと今日ねイメージ湧いておくといいかもしれませんでじゃあ株式って一体じゃあ何なのかっていうことなんだけど要はだから株式ってのはあくまでもこれも今日知っておくべきことなんだけどね絶対知っておいてほしいんだけどその株主の個性は全く問われないってことです。 つまりこの私がどういう人間なのかとかもしくは私がどれだけの財産を持っているかとかそういうことは全く関係なく色がない状態で株主ってなるわけでこれは言葉として知っといてほしいのでやっとくとこのカッコ2のところに書いてあるんですがあのこの表現ね均一的な細分化された割合的単位っていうのが2に書いてありますがこれね知っといてあの。 株主って何ですか株式って何ですかって言われたときにイメージが湧かないといけないんだけど要は定義としては株っていうとなんかね変な証券があってこれが株ですみたいなイメージだけどあの法律でいいうう株,株式っっててのはきちっと定義されてます要は、えー、ここに書いてありますが均一的的細分化されれた割合的単位ってていいうふうふに言われています、うん、つまり全く個性がない状態で出資をするというのが、えー、あれなわけですね。うん であとですねせっかくだからやっとくか、かっこ1のところもせっかくだからやっとくと、社員、これね、会社法で気をつけてね、我々の社員とは違うからね、うん、あのよくね、コンビニとかで社員とアルバイトとか言ったりするけど、あの社員ではないです、会社法でいう社員というのは、ざっくり言えば出資者のことです、いいですねだからあの、基本的には株主っていうのは社員です。うん でいわゆるあの正社員とかアルバイトとかいうそういうい勤務形態とは全く関係なく使うので会社法を勉強する時にまずちょっと違和感感じるかもしれない、うん、あのまず株主は社員だからさみたいなこと言うんだけどえーってなるでしょ <laughs> 働いてないかなみたいになるんだけどそういう全然違う概念なんですね。で ごめんなさいで,で覚えておいてほしいのがその上にあったねごめんねこの株式っていう今日ねあの全体構造編の中でここだけはもうビシッと言えといてください株式とは何ですか、えー、この点々って書いてあるところまあマーカー引いといて、えー、覚えておくといいです、えー、均一的な細分化された割合的単位の形を取った株式会社の社員タるチって言われてますこれが株式ですいいね、うん、でその株式その株主っていうのは責任は有限則としては間接有限責任を生んだと でこういう株式会社の特徴があってでで実際のところその特徴に基づいていろんなルールが決められてますこれが株式会社の話ですで特にねこの50あとはどういうことが株式会社でやるかと会社法でやるかっていうとそういう中の法律関係もそうなんだけど50ページ51ページに出てくるんですが会社の組織についても会社法を勉強します、うんまあ、大体大きく分けるとね株式会社,会社法をやるときってさっきさ 憲法どういうことをやるかって言ったら人権と統治って分かるでしょ、うん、じゃあ会社法何やるかっていうと似てるのよ今言った株式の話だよね株式の話とあともう一つは会社の組織の話、うん、憲法だと国会内閣裁判所ってあるでしょ会社法も同じように動いてるのよ、うん、あの右,右上これ結構分かりやすいんじゃない要はあの三権分立と似てるのよ会社法って要は国会に代わるもので株主総会ってあるんだよね国会なんだこれは いや国民が選ぶのと違うのは株主がやるからということで国民が株主に変わるけどねでこの株主総会ってどういうものかすっげえ細かくやります、うん、でじゃあ内閣っていないけど大体、うん、取締役っていうのが選出されるんだよね株主総会等々ででこの取締役が業務執行するよねつまりこれって内閣と似てるんだうんで取締役の中で代表取締役っているでしょこれ要は総理大臣みたいなもんでしょ つまりあのどちらかというとそういうふうな統治機構に似てるんだね、うん、で,で裁判所みたいにチェックする機会はあるかとて実はあるんだよ監査役聞いたことあるよね、うん、なんかよく大きい会社だと監査役がどうのこうのなんて言ったりするけれどもこういうふうに株式会社の場合これ何でかってわかるなんでこういうふうに三権分立するかというとさっき言ったけど株主っていうのに個性がないから。 うん、つまり株主というのは経営判断原則するものではないんだよ出資者として色がない状態でさっき言ったね均一的に細分化された割合的体の社員たる知しか持たないよだから実際の業務執行をする時にはこういうふうに、えー、権力を分立するような形できちっと機関設計がなされるとでこれすごく細かいです最初に言っとくとで会社法を勉強する時の中心はこれについてどれだけ細かいことがちゃんと分かってるか、うん、取締役は何人必要とか完成役何人必要任期が何年とか えそういうところから始まって、えー、実際にじゃあ社外監査役とかいろんな立てつけがあるとそういう会社のルールについて知るとで細かい話なんだけど将来的に企業法務とか、ね、弁護士になって企業法務であったりとかそういうい組織内で弁護士をやるということを希望している人はここの辺の知識は絶対に必要なところなのであの、まあ、た楽しくやれると思います。ここはね、うん はい、あとは、えー、財務管理についてもやります、貸借対,対象表とか損益,、えー、ごめん損益計算書とかね、そういうふうな話のこともやります、であとはここには書いてないですが、えー、合併とか吸収合併とか企業分割とか、いわゆるそういう組織再編の話も会社法でやります。 で、あとはここには書いてないですが、手形小切手て、えー、っていうね、えー、すごいマイナーな分野もあるんですけど、そういう風うなのを総括的にやるのが商法です。ちょっとイメージ湧いたかな。まあ、民法とはなんか同じような原則は民法と変わらないんだけど、会社法で特有な概念が出てくるということですね。で、実体法もう一つ刑法です。<laughs> で、今日刑法についてはこれもうやら,やらなくていいです。もうあのやらないっていうかね、あの。 すごく細かな概念が出てるんですが基本的には何をやるかというと刑法はある行為について犯罪が成立するかどうかそれを検討する話ですでじゃあどうやって、えー、簡単に言うとですねあの犯罪が成立するといえるかどうかということを分析するんだけどどう,どうやったら分かる <laughs> これねあのざっくりイメージするとね総論と格論というのに分かれてて。 あの格論というのはそれぞれの犯罪の、えー、構成要件を勉強します、窃盗はどういうものですか、厳重、えー、建造物放火とはどういうものですか、横領とは何ですか、とかね、偽造とは何ですかみたいに、えー、どちらかというと、ですねこれはちょっと大分けだけ知っておいてください、総論というのがあるの刑法はねで、格論というのがあるの、でこの総論というのは、いわゆる全体的な話です。 つまり犯罪がどういうときに成立するかとか、えー、そういうふうな場合だから何罪っていうことについて細かく検討はしないで、格論っていうのはそれぞれの罪について検討しますうんなので個人的に好きな人はね格論の方が好きな人多いかもしれない <laughs> 殺人罪とはどういうものとかね、えー、横領罪とはどういうものとか、えー、それぞれの、まあ、罪ですね えー、罪について検討しますで総論というのはいいわゆる全体論を見ていきますででじゃあどういうことをやるかというと犯罪ってどうやって成立するかって結構、イメージ湧く、まあ、簡単だけど人を刺して殺しちゃ、ねあのー、殺人罪だろっていうのは分かると思うんだけどあの実は、ね、今日知っておいてほしいのがです、ね、59ページにちょっとふわっと書いてあるんだけど、あのー、犯罪が成立するって実は結構、ね、細かな分析がいるんです。うん でこ,れこれはねあのちょっと後で見ておくといいと思うんだけど、まず最初に、えー、結構これは知っといてほしいしあの、セブンサミットがどっちかというと学術寄りなので、少し入門寄りにちょっと話すると、まず構成要件って聞いたことはあるかな、これは犯罪が定めたいわゆる犯罪成立するための要件です。さっきのの民法とと同じですす人を殺すというのが 殺人罪の構成要件ですで構成要件が該当すればまず第一段階クリアですあ例えば他人の財物を摂取したものは窃盗なんですが他人の財物を摂取するとでこれについて例えばただこれはなんかイメージねあることをして結果が発生するこれが基本的な構成要件該当のポイントです要はさっき言ったけども実行行為なければあのダメでしょ なんかぼーっとしてたら人死にましたってそれは殺人罪できないだろうと、うん、でそれについて結果が発生しましたで,でこのさっきと似てるんですがこの間に因果関係ががあってて初めめ要件が認められるんですこれがまず第一段階で実はこれそれぞれに大きな問題がはらむんですよね、うん、例えば実行行為って言ったけどさいろんな論点があるのこれも。 要はさっき言った赤ちゃんに見るかあげないって実行行為なのかななんか微妙なとこじゃないうんなんかそんな気しない <laughs>、うん、で結果はまあ死ぬで分かりやすいかもしれないけど因果関係なんかまさにあのまま間違いやすいところでねあの例えば殺人罪で人殺したら殺人ですとイメージは湧くけど例えば、えー、夜中に例えばね、えー、誰もいないところでボンと殴りました殴ったら倒れちゃいましたまだ生きてますそのまま放置しました。 うん、放置しまししたで放置してたらこの人まだ生きてるんだけどたまたまそこにオートバイが飛んできてオートバイが引いちゃいました死んじゃいましたこれってさどう怪しくね、うん、殺人罪なのかなっていうつまり因果関係って実はかなり問題になるの,、うん、あの実際にやった結果死ぬっていうのは結構パッとイメージつくかもしれないけど刑法ってそれだけ細かくやらなきゃいけないなぜかというとこれは要するに人が国家によって裁かれるわけだ だからそれだけ慎重な検討がいるだからきちっと実行行為と結果の間に因果関係があるでこの因果関係がかなり問題になります、うん、でそ,れじゃあそれでまあ OK かといったらそれだけでだめなんだでも犯罪が成立するためには違法性っていうのが必要になる、うん、これ分かりにくいかもしれないがあの例文にも書いてあるけどじゃあ例えば人を殺しましたじゃあ政府かって言ったらそんなことなくてあの違法じゃなきゃだめです、うん じゃあ違法じゃなくて人殺しちゃうケースってあるかなあるんだよ、実は。何かというと、一番簡単な医療行為、医療ミス、まあ、犯罪になることもあるよ、だけど、場合によってはこれ正当業務行為だよね。テキストに書いてあるけど、この正当行為ってまさに典型それです。うん、とか、正当防衛、緊急避難。 なんか聞いたことあるでしょ。あと被害者の同意もそうだねさすがに殺してくるよっしゃーって殺したらまずいんだけどさすがに被害者が同意すると違法性が下がるっていうのはわかるよね、うん、問題になるのはあのいわゆるあの反社会的な人がやる指爪なんか問題になりますね指爪ってわかる小指切っちゃうやつだけどあれとか障害罪なんだけど本人いいって言ってるんだよね果たしてそれって違法なのかなっていう問題になることがあるだからで明らかに公正要件が該当してるでしょ人を傷害してるんだから だけど公正要件を満たすけれども果たしてそれが違法性を帯びるかということが問題になるそれがさっきの話でその上でまで責任というのはんだ概念としてこれは多分一番わかりやすい、うん、あのちっちゃい子ども、うん、責任能力的なことあるよね、うん、刑法だと、ね、あの41条に、ね、決められてるんですよ責任とかね。うん でこれね責任とかって言葉は細かくやるけど14歳に満たないものの行為は罰しないって決まってるんです、えー、責任ね14歳なんですつまり12歳の人っていうのはここまで満たして構成要件があって違法だとしてもそこの責任がなければ政府なんです政府って言っちゃいけないけどね、うん、で他にも実はここにあるんですね責任について最も重要なのがこれはこの表で一緒に、えー、見ましょうか、えー、表で一緒に見ますけれどもこの「恋」という言葉知っておいてください 恋というのは、もうなんかすごく難しいけれども、言葉だとねあの、そのね、犯罪についての簡単な意識です、うん。で、何かというと、恋があるかないかということ、つまり、簡単に言うとね、人を殺すっていうことに対して、人を殺害するということに対して、全く恋がなくやったものについては、これは果たして責任を負わせていいかという問題があるの。例えばね 目の前にいるものが例えばねこれ結論がどうなるかそういう話をするからイメージ湧いてね目の前にいる人間が例えば人形だと思って拳銃撃っちゃったら人だったと、うん、この人殺人罪できますかって話これをうの犯罪の恋って言うんですよ犯罪の恋があるかどうか、うん、もしくはねあの A さん撃とうと思ったら間違って B さんに行っちゃいましたと <laughs> A さんを撃つっていう恋はあるんだろうな だけど、B さん撃っちゃってるってことは B さん撃つっていう行為はないでしょとかつまりその行為があるかないかっていうのは責任の問題になるわけで刑法っていうのを総論でやるのはこの一個一個を細かく分析をしていくかなり細かいです、ここは、うん、ただ、イメージは湧くでしょだから犯罪が何罪かっていうことはとりあえず射傷してでこういう構成要件の該当それから違法性で違法性についてはその正当行為とか正当防衛っていうけどこれもどういうとき正当防衛になるかとかあるんだよなうん。 あとは正当防衛とうけど例えばねあの殴ってきたのに刺したら正当防衛じゃないでしょうとかね、うんえー、なんかそういうふうな問題もた結構出てきますで,で責任っていうのはだけど故意の話と責任年齢がメインです、うん、で一般的に言えることは犯罪が成立するかどうかを決めるのは構成要件が満たされたらこの2つは基本的には推定されることになってますうん つまり人を目の前で殺して因果関係ある行為を行った人間は基本的に違法かつ有責であることが推定されますなので犯罪の成立を勉強するときはどうするかというと違法と責任というのは原則推定されているのでちょっと言葉難しいけれども違法性がないことが果たして認められるかという反証の検討になるんですうんつまりわざわざ全部お前は違法だお前は有責だっていうふうに認定していかないんです やったらもう推定されるから反証があるかどうかだけの検討なのさっきやったね推定とみなすの話ですうん違法と有責は推定されるんで基本的にこういうの阻却自由って言います要は違法じゃない自由があるかどうかっていうのを検討していくこれによって初めて犯罪が成立するんですこの,あのプロセスね犯罪派成立のプロセスを見ていくのが「角論」あごめんなさい「総、えー、論」ってやつになるんですねよいしょごめんなさい見づらいかなこういう感じねはい す、えー、すげえ難しい話でけどねだから要するにこの2と3のところっていうのは果たして正当防衛になるかなとかね、うん、あのこの人は故意があったのかなみたいにない場その要するにこれが阻却されるっていうんだけれどもそうなる場合があるかどうかについての分析をするでこれで総論のメインどころなんですがただ総論として難しい話があるんですこれってすごく大,変大切なのが実行行行為を行ったんだけど結果が発生しないケースでもあるよねそういうのを何ていうか未遂罪って言います うんえー、例えばこのほかに勉強することとしては、未遂の勉強をします、打、うん、ったけど死ななかった、打ったけど当たらなかったみたいな、どういうとき未遂かで、えー、さらに言うと、中止犯というのもあります、犯罪の途中で、犯罪の途中で要するに辞めたってときですね、うん、実はこれね、43条に書いてあるんだけど、刑が減免されるんです。 実行に着手して遂げなかっ事故の意思によって犯罪中止したら軽減されるんですつまり例えば人をボコボコ殴って殺そうと言ってたんだけど途中でかわいそうになっちゃってああやめたやめたっていう時に中止犯っていうのが正直ただどういう時中止かって怪しいでしょ、うん、もういかにもあともうほっときゃ死ぬだろうっていうその直前でやめましたってこれ中止犯になるのかなとかね うん、もっと言うと救急車呼ばないでそのまま放置したら中止犯って言えるのかなとかね結構こういう,ふうな未遂とか中止犯というのは問題になって総論の中で詳ししく勉強しますであともう一つ大きな論点としてあるのが今回出てきませんが共犯ですね、えー、犯罪者は一人とは限らず、えー、複数人出てきますでそういう時にどうやって処理するのかということも勉強しますこれが刑法ですねで各論はそれぞれの犯罪行為について分析していくと。 でねあのこのね表の59ページの表はそのうち、知っといた方あ,のそのうちあの後でねあの始まる前に見ておくといいかなと思います、うん、であとはですねここに書いてある63ページですねこれほとんど学説になっているのはなんでかというとこれなんか話聞いててわかるでしょ、すごい学術っぽくなりそうでしょ、この話って。<laughs> なのでどうしても学説によるからあの私の入門の中ではもう判例でこういうふうになってますと。 いう形で結構実践的にやりますのでここはねあの不安にならなくていいですであと共犯についてはワードだけ知っておきましょうえー63ページこれは使えますので、えー、共犯というものは何があるかということなんですがあのこの表よりはむしろ下に書いてあるこの言葉共同正犯という言葉を知っておいてくださいまずね共同正犯というのは何かっていうと A さんと B さんが簡単ですあの同じ立場で共犯すればです うん、要するに A さんと B さんに主従関係がない場合共同正犯と考えていいと思います、うんえーまあ、2人以上、共同した、まあもちろん、ね、その大きく分けて、ね、あの少しの関係は違うかもしれないけれども A さんと B さんが共同して犯罪をする場合は共同正犯っと言いますでそれと似ているものとしてその下に共和犯というのがあります、えー、この言葉も知っておいてください61条で規定されているんですが共和犯というのはそそのかした場合 あ,あいつ殺した方がいいんじゃねえっつっておおじゃあ殺すかっつって殺しちゃうそれが共産ですうんでもっと似てるもうまたもっと似てるものがその次、えー、64ページにほ助犯っていうのがありますほ助犯っていうのは手助けしたもんです例えば、えー、殺すための武器を用意してあげたもう典型的なほ助ですうんあとは困った時は俺が手助けしてやるぜだから頑張れみたいなメール送って、えー、それで決心したこれもほ助犯です で共犯って簡単に言うんだけどこの3つのつ共犯を勉強します要は共同正犯といった場合には共同で犯罪を犯した場合共座犯といった場合唆そそのかした場合ほ助犯といった場合には、えー、手助けをした場合とざっくり言うとそういうふうになっています、うん、でこれは、ね、相当細かくやることになります、うん、なぜかというと、ね、2人以上犯罪すると大体ストレートにあのなることないんだよ。 ど,どうしようもない話もあ,のあれだけど大体犯罪を犯そうっていうのが何人か集まっていくとそのままきれいに犯罪実行するなんてなくて例えば途中で俺辞めたって言ったりするんだよね <laughs> 途中で俺辞めたって言ったりとかあとはその3人の中で2人だけがその計画してんだけど3人目のやつはその時寝てて聞いてなかったとかね、えー、なんかそういうふうなことたくさんあるんだよで大体いいほとんど判例があるのよそういう時にどういうふうな在籍をそれぞれ負わせるかとかねあとは もっと言うと法助犯なんてこれ分かんないじゃんどういう時き助かって、うん、そのつもりないけど何かしんないけど犯罪をしたさ人がなんか心強く思っちゃったからあのなんかやったって言ったらほう助してない人もいう助犯になりそうじゃんどういう時き助になるかって結構微妙でしょ、うん、もっと言うとねう助と共犯って区別微妙でしょ。<laughs> どどこからが法どこからが法、まあ、ううがかららががそうただまあちょっと興味がある人からすると刑法というのは勉強してくるとすごい楽しいし確かくで勉強しても刑法って本格的にやることないのであのすごくあの興味深くやれるとねあとはその格論なんかは全部の材名やります。 うん、なので司法試験の勉強をすると、えー、もう日本にあるあの刑法犯は全て学ぶことになるので、えー、すごくあの犯罪に詳しくなるということで,であとは簡単に行政法と訴訟法についてはやっていきましょうあともう少しです、うん、で行政法についてはあのこれは、ね、少し特徴的なので特殊なものとして言っておくと これだけ言っておきますねあの行政法というのは簡単に言うとあの、ま、ず国家,国家の、ね、行政権があるわけですよね、地方とか国でも共公共団体でもいいですけれどもその行政が行う行為について総合的に勉強するのが行政法です。だから、えー、例えば、えー 行例えば行政っていうのが例えばよく、ね、通達を出したりとかしますよねあとは行政例えば一番簡単なのはあのよく使うのは運転免許を、ね、発行したり取り消したりもこの行政ですよねそういった行政が行う行為全般について広く学習するのが行政法というものですでなのでこれは初学者の人は実は、ね、あのそうなんだと思う人いるんだけど行政法という法律はないですうん あの他のものは全部法律の名前なんだけど行政法っていうのはその行政に関するありとあらゆる法律をまとめて行政法っていいますだから範囲がめちゃくちゃ広いんですねうんで一番やるのがその行政ちょっと言葉難しいけど行政組織だね行政組織あのこのねあこれこれちょうどいいねあの67ページに行政の法の形って評価あんだけど勉強の中心はこの真ん中にある行政組織法と行政作用法ってやつです うん、で実際これもそういう法律があるんじゃないですそういう法律があるのではないです行政組織法っていうのは行政機関の組織がどうやって運用されているかというそういうものですだから例えば警察法とかもそうですよね警察の中の法律であったりとかもそう、うん、そういうふうな行政機関の中のだ地方自治法もそういうふうになりますよねそういうふうな行政の話で行政作用法って何かっていうと行政省が行う行為について勉強しますうん 何か,というかさっき言ったけれども運転免許を出したりとか処分したりあとは、まあ、一番多分なじみ側のは営業許可の取り消しとかね、うん、もうそうそだよねあ,のとかあとはだ都,市都市計画とかするとねあの例えば土地収容とかをするわけですよねその人の人ね道路を拡幅しますとかそういうふうなのは全部基本的に行政権が行うのでその行政が行う行為についてどういう根拠で行うのかみたいなことを細かくやっていきます。ななので本当にいろんな まあ我々が一番なじみのある行政法ってやっぱり道路交通法だろうね、うん、道路交通法とかあと風俗営業法とかあとは都市計画法とか、うん、風営法で、ねうんえー、そういうふうなものとかが多分あの行政法の中心ですでそういうふうな中で国民の権利義務が奪われるもしくは制限されることってあるでしょじゃあその時どうする行政訴えるんだよそれでやるのが行政訴訟法です、うん、だから大きく分けると3つなんですね 行政法の考え方はつまりまず組織法で組織の勉強だから憲法の統治とか会社法の株主総会みたいな話とちょっと似てるようなニュアンスですねで作用法っていった場合にはなんか実態法的な感じですよねどちらかというと行政がどういう行為をしてそれが違法なのかそれとも合法なのかみたいな、ね、そういう話ですで権利が侵害されたらどうなるかっていうとそれを救済を求める だからごめんなさい行政救済法なんて言われることがありますね、えー、救済法なんて言われることがあるんですがあおおよかった68ページからその3つがきれいに書いてあるね大きくなるこの3つなんだ行政組織について勉強して行政作用について勉強してでその上で行政救済について勉強します でこの行政救済っていうのは結構細かくて行政書士勉強してたりとかね資格持っている方はえかなり細かくや,るやった記憶があるんだけどあのいろんなことやるんで不服申し立てをしたりね審査請求をしたりそれでもダメなときはえ訴訟で訴えたりっていう形でえかなり細かく手続きがなされててどっちかというとだからこ,この行政法っていうのは本当にオールラウンドな勉強をすることになるだからなんだろうさっきの組織法っていうのはどちらかというと統治的な側面があるでしょ。 憲法統治的な側面があるでしょで作用法というとなんか実態法的側面があるでしょでそあの救済法になるとこれはまさにあの訴訟法なんだよねなのですべてのものを行政というのがプレイヤーになったものをすべて勉強するという、えー、そういうふうなものになります。えー 結構ね、好きな人は好き <laughs> っという感じですねであと最後です、えー、民訴法と刑訴法について簡単にやっておきますで民訴法っていうのはどういう勉強をするかというと、えー、シンプルですその実態法で得られているはずの権利もしくは実態法で消滅しているはずの権利を裁判手続き上で実現するための法律です、うん、つまり裁判のやり方について、えー、細かく述べられていますうんなので本当は、ね、いろんなことが書かれているんですが え基本的にはね民事訴訟と刑事訴訟っていうのはどちらもあるんですが民事訴訟に特徴的な話をちょっとしておくと民事訴訟というのは刑事訴訟と違ってえ自分でえもう好き勝手てやれます言い方は良くないですがつまり当事者がそれでいいって言えばそそれでううういう風に進みますうん刑事訴訟法はそうはいきません犯罪の成立なんで刑罰権なのでうんなので全く違うところはそこなのでそこだけはちょっと知っておいてください。で、えー この、ね、民事訴訟の特徴として73ページのところで、えー、少し、えー、知っておいていただきたい言葉今日は、ね、テーマとして言葉を知っておいてほしい処分権主義という言葉です、うん、この言葉は民事訴訟法に入る前から知っておいた方がいいですおそらく法律諸学者の人はおそらく聞いたことない言葉だと思いますのでこれは民事訴訟の根底的なもの何かというと要は 原告が審判を求めその対象を特定限定できる機能って書いてあるけど簡単に言うと何を訴訟に乗っけるかは原告が自由に決めるんです、うん、そして訴訟の終了も自分で決めるんですあの訴訟の終了って判決以外もたくさんのよ取り下げ和解いろいろありますよねつまり訴訟が始まってから終わるまで基本的に当事者が原則として決めるという建前です うん、それを処分権主義といってちょっと言葉なじみないかもしれないけれども民事訴訟のすすごく特徴的な考え方です、うん、だからうん何でもいいけれどもどういうふうな訴訟を書いて訴えるかも当事者本人が決めるんですよ、うん、そ,それでどうやって終わるのかも本人が決めると、うん、でさらにはじゃあそれでもう一個重要なのかということはどういうことが起こるかというと当事者が基本的に言ったことで判決が決まります だから裁判所が積極的に証拠を調べたり調べに行ったりはしません例えばお金貸したから返してくださいって民事訴訟やるでしょそしたら当事者が借用書を出さなきゃだめなんだよ、うん、わかる返したんだったら領収書を当事者が出さなきゃだめだから裁判所がわざわざ銀行口座を調べたりとか裁判所がわざわざチェックをしたりとか全くしてくれません、うん、つまり本人が訴訟を追行する軽争とは全く違います 刑事訴訟の場合には職権でどんどんや,ってやることもあるし、検察官がどんどん立証していきます、うん。で、その言葉、当事者が決めるっていうのをざっくり言うと弁論主義って言います。この二。これはねあの、処分権主義と似てるんだけれども、何が違うかっていうと、処分権主義っていうのは全体を流れてるんですね。始まってから終わるまで当事者が決めます。で、弁論主義っていうのは何かというと、判決の基礎は当事者のもので決まりますと。これ判決についての話なんです。弁論主義。難しいけどね。うん。で、 でこのの弁論主義は言葉は、ね、本当は覚えなきゃいけないんだけど判決の基礎をなす事実の確定に必要な資料の提出つまり証拠を出すんでしょこの証拠は当事者の権能であるつまり裁判所がわざわざやってはいけませんという。 ことですね、うん、で実際にだからそういうふうな中で3つの原則があってこのね第一原則第三原則って書いてあるんですが、まあ、こういうふうなことを勉強していきます、えー、これ例えばねこれ知らなかったら民事訴訟できないんだよなあの第一原則これ第一提訴なんて言われることもあるけど要は裁判所は当事者の言わない事実は判決に使っちゃいけないんですつまり必ず当事者に言わせる言ってないことは判決できないこれが第定提示で第二提訴当事者に争いがなければ 判決の基礎にしななきゃいけないけつまり貸した貸し借りたってことを例えば本人が認めてる場合だな例えば俺は金を貸しましたあその契約結びましたって本人が認めてたら裁判所はそれを前提にしなきゃだめ。いやお前借りてないでしょうとかやっちゃだめなんです本人がいいって言うんだからそうしなきゃだめ。これが第二定正、うん、で最後に裁判所はこれねいろいろ書いてあるけど勝手に証拠を探し回っちゃだめだよってこと、うん、つまり当事者が証拠を出す でこれ民事訴訟って不思議なもんでもう本当に当事者の権能でやるとだから始まりから終わりまで処分権主義が流れてるし判決をする上でも基本的に弁論主義にのっとるでこの弁論主義っていうのは3つあるんだな、うん、っていうような話で大体そういうふうな中で判決が出て 最終的に、えー、権利を実現するというところまで、えー、こういう手続きについてやっていきますがこの特徴としての処分権主義と弁論主義という言葉は今日知っておくと、えー、いいかなと思いますであとはですね、えー、せっかくだから覚えていってほしいのが72ページのところの、えー、判決の確定っていうのが表の左下にあるよねそこに書いてある規範力っていう言葉を丸付けておいてください うん、これは民事訴訟の特徴なんですね、し、え、れ、ー、っと,、ね、シレッと書いてあるかな、判決の確定ってところの左のところにね、ね規範力って書いてあるんですがあの、民事訴訟のね、訴訟法の勉強って、どうしても5分、10分で説明するってなると、その立て付けになるところとかあの、コアになるところしか話できないけど、あのよく問題になるのが、この規範力です、これ、何かというと、判決で、もうすごいざっくり言えば、判決で確定したことっていうのは、それによっても、1回もうそこで確定します、うん、わかる だから例えば、そこで判決が出たあとにもう1回裁判を訴えて例えばあの、あの裁判ではお金借りたっていうけどやっぱり借りてませんとかそういうことはできませんこれは何かというともう判決によって要するに権利関係確定するでしょ確定することによってその前の時,時点におけることはもう争えなくなるのでそれを規範力って言いますで刑事裁判と似てるんだけど違うのは刑事裁判も似たのがあるでしょ 一回、まあ、例えば、えー、あることについて刑事裁判を経たらもう一回刑事裁判されることはないでそれは刑事の世界で一時不再利っていいます、うんまあ、似てるんだよねだから考え方としてねあのここにも書いてあるでしょ右のところで一時不再利行って書いてあるけど刑事事件においては一時不再利ということですね、うん、で失礼あとちょっとねで民事訴訟法では主にそういうような手続きについての勉強が中心になりますええー、らくねあのー 身近なところとかだと、ね、本当に裁判を、まあ、あと刑事訴訟とか民事訴訟だとあの入門講座で私よく言うんだけど、まあ、裁判見に行った方がいいです。うん あの、本当に実際見て、どういうふうにやってるか見ると、イメージがすごい湧くので。まあ、民事訴訟法、刑事訴訟法の講義が始まる前の段階で。一回裁判所に行って、もう傍聴してみて、あ、こういうふうに裁判進んでんだなみたいなね。そういうふうなのを見るだけで、変わってきます。まあ、どういうふうに。その裁判、どういうのがおすすめだよみたいな、のもちょっと適宜話しますので。まあ、実際見た方が早いってところもあります。で、最後刑事訴訟ですね。刑事訴訟っていうのは、まさにその。犯罪事実ですね。犯罪の構成要件事実が該当すると。さっき刑法で認められた。 わけだよね刑法で認められるというふうにされたものが本当に認められるかどうかをその裁判の場で明らかにしていくそれについての手続きですだからあのよくえまあドラマとか映画とかであるあのまさに裁判ですよね検察官と弁護人がえ両方に対峙して裁判所がいて被告人がいて証人がいてみたいなああいう手続きについてやっていきます うん、ただあの手続きっていうのはもう好き勝手やってるわけでは当然なくて非常にあの刑事裁判っていうのはその人の、えー、身体に対して拘束をかけるわけですからあのものすごく厳格にされてるので法律上すごいたくさんのルールがある。うん 本当、えー、にどうでもいい話だけど、意義がありますってよくやるけど、意義出せるときと出せないときあるからね、あれも法律で決まってんのよ、どういうときに意義出せるか、だから気に食わないとき意義ありって言ってもだめだからね、あのちゃんとどういうときに意義が出せるかとか、そういうのは一個一個決まってます、でそういうふうな裁判手続きで、について中心にやっていきますが、実はね、刑事訴訟法ってそういうイメージが強いんだけど、あのちょっと補足しておくと、勉強の3分の1ぐらいは、むしろ、刑事訴訟っていうのは犯罪の訴追だよね。 ということはその前に何をしている逮捕拘留してるんだよ被疑者をうん。逮捕拘留する前に何してる犯罪捜査してるでしょその時に最近問題になった GPS を使った捜査がなされたり、えー、もしくは、えー、いろいろとあの例えばですけれども いわゆる秘密秘密録音みたいなことをしてたりとか、つまり犯罪の捜査から逮捕拘留に至る起訴に至るまでの全部のプロセスが刑事訴訟法で決まっているので、一般的にで、ね、民事訴訟と違うのは民事訴訟法の勉強というのは訴訟に乗っかってからの話になります。うん。だけれども刑事訴訟法の場合にはその刑事訴訟に乗っかる前のいわゆる捜査段階からの勉強が中心になっていて、えー、司法試験では。えー 出題の3分の1から2分の1がある捜査についてこれは違法捜査かみたいなね、えー、でその上で反裁判をするだから刑事訴訟法っていうのはどちらかというと犯罪の各地だね、うん、要するに告訴があったりとか何かで犯罪気づいて逮捕されて拘留されて起訴されて裁判手続きに乗っかって場合によっては裁判で納得できなければ上訴されますよね。 控訴されてとていう形でその公判手続きの最初から最後までを俯瞰するという特徴はあるという感じですね。 うんえー、大体そういうふうなのがあの全体像になりますで今日の部分については、まあ、大体ここまでになりますが復習する際には全体像ざっくりこういうことをやるんだなだけで構いません、うん、あえて押さえてほしいのは、まあ、民法のところをもし、ね、1回目の講義で民法をやるのであの民法のところだけばらっと見ておけばまあ十分かなと思います。うん、で えー、一応1回目全体構造編は以上になりますが、えー、繰り返しになります次回の講義からはあの中身に入りますので、えー、先ほども言った通り6本の持参だけ、えー、忘れずにしておいてくださいであとはあの予習については一切いりませんので、うん、予習については一切いりませんので、えー、復習のための、まあ、時間を中心にやっていってください、えー、それでは、えー、全体構造編はここまでにしますお疲れ様でした